はい、皆さんこんにちは、レクセイネ講師の岩崎修行です。司法試験2016年入門講座岩崎クラス憲法、第1回目のユニット1すなわち前半、チャプター1ないしチャプター3始めます。画面にありますようにですね、第1回というのはボリューム1ですね。で、前半のことをユニット1というふうに言うことにします。で、後半はユニット2ということになります。では、早速、チャプター1です。チャプター1は憲法総論1としまして、憲法の意義、現代立憲主義、日本国憲法の原理というタイトルでありますね。はい。で、テキストのページはですね、1ページもう第1回目のユニット1チャプター1ですからね。はい、1ページのところからですね、25ページの、表が割って、第3章の前ですね、25ページの第3章の前まで、そこまでを予定しております。はい。それで、今回はですね、画面のところでね、今書いたテキストをしますけれども、ご覧のようにですね、講義の中で色塗りとか書き込みをしていくんですよ。していくっていうか、私が予習でしておくんですね。で、それは皆さんのテキストは黒と青文字ゴシックの2色刷りでしょう。それとちょっと違う色分けとかそういうことをしていくんで、第1回ということもありまして、そのことについての説明をね、板書2ページ目ということで皆さんに配布しておきました。だからそちらを見てみましょう。私は基本的には文字情報は増やさない主義でずっとやっております。で、板書2ページ目、板書出すのはめったにありません。書いてありますように、画面上テキストの書き込みや色塗りなどの判例ということです。で、右端ゴシック、太字、斜体、数字、そして画面上黄色の塗りつぶし、これはチャプター番号ですね。ちなみにですね、今画面に映したテキストがまさにそれなんですけれども、はい、ご覧の通りということでね、第1編最初からならば、第1編の横のところに書いてもらった方が分かりやすいということだと思うんですけれども、編、章、節、巻、目ですね、その右の方に書いちゃいますとね、下手の方に影響したりとかいう技術的な問題があるのね。それでちょっと、若干分かりにくいところはあるけどね、という注です。で、次に、明朝体、太字で斜体にした上で、それについては記述があります。で、これは無色でありましてですね、私の書き込みです。微妙なニュアンスとか話した後にですね、講義後に見てもらえばわかるよねと。ただそれ全体をテキストで最初から、文言化しようとするとかなり長引いたりとかね、そんなことについてです。続きましてですね、塊3つってことで、黄色塗りつぶ失礼しました黄緑塗りつぶし、これが解釈論上の問題点についての指摘部分です。桃色塗りつぶし、これがそのような解釈上の問題点についての解釈論上の主張を、それについてのおすすめする辞説です。で、空色塗りつぶしはですね、これをおすすめする辞説の理由ということであります。問題点主張理由、問題点主張理由、この理由はですね、覚えておいてもいいんです。中書いておきましたけれども、説が拮抗している場合にはですね、複数の説に推奨辞説の色塗りのある筋道が複数であるっていう場合もあります。で、憲法受講中に決断してください。いつまでも迷うのはやめてください。どの道書ければいいんでありまして、もちろん非常に少数説を展開しようとすれば、判例も上げて批判し、通説も上げて批判しとかね、そうなるので、多くの場合には判例とか、それから判例に配達する非常に有力な学説とか、そういった程度になりますけれどもね。だけども、とにかく決断、もう必ず早く決めなきゃいけないんでね。で、複数上がっているときにはね、少なくとも憲法受講中に決断してください。で、次に、黄色塗りつぶしというのがありますけれども、これは説明部分の重要点についての強調であります。
まあ、競技の論点だったんだけどももう定説化しちゃってるよとかですね、今でも競技の論点だというようなことも、まあ、節部分で塗りつぶしてるっていう場合があります。で、まあ、ご覧の通りですね、板書のね、入試では論証する場合があり得るとしても、そういったものをいちいち全部をですね、筋道という形にはしていません。はい。まあ、そんな、これからの色塗りの約束事ということで、さあ、それでは、早速中身本体に入りますけれどもね。はい、第1編、第1章、第1節、憲法の意義ということで、1番が憲法の意味です。はい、これはまあざっと読んでもらってですね、青文字中心でまあ一旦覚える努力でもしてもらって覚えた気になってくれればまあそれでいいだろうというようなことであります。で、次に2番、憲法の方言というものですね。方言という言葉ですけれどもね、これはあの目に見えない憲法という規範があるわけでね、そういった規範を頭の中に描くきっかけとなるものっていうほどの意味内容なんですね。で、まあ皆さんはもう本論編、憲法始まるわけですから憲法、あの、六法は用意してくれてると思うんですけれども、まあこれを見るとですね、例えば第一条とかいろいろ書いてあるわけ。これをきっかけに規範ってものを思い浮かべるわけね。で、まあこのように文言化されていて、法典編纂されている、そういったものがですね、この一番に上がっている成文方言というものなんですね。はい。で、まあここもざっと読んでもらって青文字中心で覚える努力をしてくればいい。次に、まあこのような形で成文化されてないんだけれどもというものがあって、これが不文方言で、で、まあ括弧1番、括弧2番上がってますけれども、まあこれもざっと読んで青文字中心で覚えてくればいい。で、憲法判例っていうものは結構重要でありまして、で、ここに青文字ありますけれどもですね、まあ憲法判断は原則として判決の主文の中には出てこないと。主文っていうのはですね、控訴を棄却するとかですね、原告の請求を棄却するとかね、あるいは被告は原告に何々せよとかですね、そういったもうものすごく短い結論部分だけ述べてるのが主文って言われてる部分なんですね。で、主文を根拠づける判決理由帳の中に憲法判断が示されるということになります。で、理由全を覚えたりしようとすることはこれは無意味なんでありましてですね、この主文に表示される判決の結論を出すのに不可欠な役割を果たしている理由部分、このことをですね、レイシオデシデンタイというふうに言ったりするんですね。まあラテン語語源です。はい、そういった部分が、まあ、それこそ判例六法なんかだとですね、編集者が要約して、さらに要約してあげているようなものであるという形になります。で、次に憲法の分類と上がってますけれども、まあ、これもざーっと読んでもらった上では、文字中心で覚える努力をしてくればいいということになります。まあ、中でも大事な近代憲法と現代憲法ということは、これはすぐ後のところのページでですね、大きなテーマになることになります。次に憲法規範というものの特質ということですね。民法、刑法とかそういった一般の法律と違って憲法というものの規範というものはこんな特質を持っているよということです。はい。図が上がってます。国民が憲法を制定します。で、憲法にですね、様々な法律などについての権限を、まあ、国民が受験していることになりまして、法レベルでは憲法が初めて底辺のついた受験。法律に権限を授けるんですね。で、権限を授けるってことは同時にですね、これより以上の規制はしてはいけないよというような形での制限もしていることになるわけです。だから憲法はですね、法レベルでものを考える限り、もっぱらが大事なんで、もっぱら受験規範でありますので、当然のことのように制限規範であり、もっぱら受験規範でありまして、憲法を縛る法そのものは存在しませんので、憲法を縛っているのは国民だけですから、まあ、従いまして、最高規範であるということになります。最高規範ということについて、早速ですけれども、条文を見てみましょう。まだ下手すると手が切れそうな新品のものを持っている方が多いと思います。はい。まあ、最初の方からめくっていきますと、日本国憲法というものに目が行くと思います。まあ、この法典の構造そのものはまた別の機会のところで出てきます。今とりあえず97条目当てに条文を送ってみてください。ページを送ってみてください。
はい、まだ本当に新品で乗馬も慣れてないだろうから少し間を置いてますよ。はい、くれましたか。97条の直前に第10章最高法規というタイトルが上がっています。で、97条、ちなみに次のタイトルっていうのが上がってる場合があるわけですね。はい、まあ、私のは有比較論法なんですけども、まあ、ご覧のように97条の下にですね、平型括弧で基本的人権の本質というようなものなんか上がっています。これはですね、論法編集者がつけたタイトルです。実際の法典は97条ときたならば、いきなりもう文章が始まります。はい、で、第97条、この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に耐え、現在及び将来の国民に対し犯すことのできない永久の権利として信託されたものであると、こう謳っておりまして、この憲法は最高の力を持った法なんだということは文言上どこにも出てきません。で、まあ、日本国憲法制定公布、その後しばらく憲法のですね、学者の間でもちょっと97条1間違えたんじゃないかとかね、そんなような議論もあったりはしましたけれども、今ではですね、97条を見ながら、まあ、よく聞いててくださいね。そのような憲法であるからこそ98条第1項、この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律命令書及び国務に関するその他の行為の全部また一部はその効力を有しないのだぞと、すなわち憲法は最高法規だということについての実質的根拠を挙げているので冒頭に置いたんだという理解がされます。で、98条は文字通り最高だぞってことを謳っておりまして、形式的最高規制の条文ですけれども、97条のことをですね、今日ではもうほぼ定説です。実質的最高法規制を謳った条文なんだと、最高法規であることの実質的根拠を挙げているのが97条なんだと、別段条文の位置間違えていないんだということですね。これも今日定説です。どうでしょうか。はい、まあ、続きましてですね、発展マークついておりますので、これは入門の講義では省略します。で、ちなみに、まあ、第1回そういったこともありますので、注意を喚起しますけれどもですね、発展マーク部分はね、復習でも読まないようにしてください。でも早いうちに知識を入れた方がいいだろうということで、知識を減ることには貪欲だっていう癖がですね、大学入試までの間についてると思います。それで読んだ人はですね、読んで分かんなかったらば、あ、岩崎に言う通りに従おうというふうに思ってください。せっかくのメリハリをつけて講義をしております。テキストを編纂しております。で、全体の憲法終わった後ならば、ざっと読んでいくと、なんだそんなことかとかね、あるいは担当式の直前でですね、覚えることに緊張度が今よりも数倍、数十倍上がった時に読めば覚えられるとかね、そういったものをですね、発展編のところに持ってっているわけなので、だから細かいことについてですね、気になる結果ですね、入門の進行の速度が鈍ると、これはゼロからの入門にとって一番良くないことなんですね。従いまして、まあ、今までの勉強の習慣に基づいてですね、読んでしまったとしてもですね、まあ、1回2回ぐらい復習で読むことをやってたならば、なんかもう復習に手間ばかり取ってですね、しかも細かいことが気になってね、講義で聞いたことがだんだんおろそかになっていく気がするという時にはさっとやめてくださいね。よろしょうか。はい、まあ、括弧4番、まあ、同じように、全体ざっと読んで大文字中心ということですね。で、まあ、5ページはこれ全体構造編でも説明した図でありますので見といてください。よろしょうか。はい、続いて第2節、憲法の生成と立憲主義の展開ということですね。はい、大昔の聖徳太子の憲法とかですね、そういったものは全くもう話題にしない、そう思ってください。ちょうど現代のですね、もう一つ前の時代の近代憲法、そこからだけしか普通学習上話題にしません。で、立憲主義っていう言葉の意味はですね、憲法にのっとって国を治めるっていうほどの意味なんでありましてですね、近代立憲主義、これがですね、中世立憲主義から成立してきたよということですね。で、まあ、近代というのはですね、大体フランス大革命前後ぐらいからですね、第一次世界大戦後ぐらいまで、そういったものを大体近代という言い方をしますね。まあ、歴史学を勉強するんじゃないんで大体でいいと思いますけれども、はい。で、6ページに図が上がっています。昔はですね、さまざまな特権が認まれておりましてね、それをさまざまな社会的な権力
によって制約されないように制約されないようにって形で守っていく、そういったものだったと理解されております。でそれをさまざまな社会的な権力をですね、国家っていうふうにも一本化しましてね、そしてそこから特権を守るってことじゃなくて、人であるがゆえに人である、人であるゆえに最高の価値であるという個人というものをですね、みんな均一な個人として観念してね、その個人というものをですね、近代国家が制約すると、これを憲法に基づいてなきゃダメだよというのが近代立憲主義なんだというふうに理解されております。まあ3番とか4番とか、3番とかそれのところはざっと見ておいてもらってですね、資格囲いしている、近代立憲主義の憲法と言えるためには人権保障規定がしっかりとあると、さらに権力分立というシステムを取っていると、そういうことなんだぞっていうふうに一般に言われているんでね。でその近代立憲主義の内容はということなんでありますけれどもですね、人は人ではあるようにみんな最高の価値を持つわけですから、それを制約するような別の価値ってものはないわけなので、したがって国はなるべく市民を放っておくべきだという、消極的であるべきだ国家はと、あれするこれするああせいこうせいとかね、いろいろとおせっかい焼かない、はい、そういうふうに理解されております。まあちなみに、歴史的な偶然とかそういったものもありましてですね、AF2 グループの近代立憲主義と米アメリカの近代立憲主義が若干ニュアンスが違います。まあ歴史で勉強した通りですね、アメリカは本国イギリスの圧政から逃れるために独立戦争までして独立を獲得した国でありますので、議会といえどもですね、人々にとっていいことばかりするとは限らんぞという議会に対する不信感というものですね、ここに書いてありますが、これがまあアメリカの独立の経緯からしてもともとありますんで、はい、そういったことなので権力分離を徹底してます。はい、下の方に、外見的立憲主義と書いてありますね。でドイツ年代、日本年代上がっております。すなわちですね、今日ではないってことなんですね。はい、まあ第一次世界大戦前から第二次世界大戦まで、まあドイツはその間にちょっと大きな革命がありましたけれども、でまあ日本はですね、明治維新という革命、これ第一次世界大戦前ですね。そこから第二次世界大戦前までと。これを、まあ、見てくれの立憲主義という意味で、外見的立憲主義と、そういうふうに呼んでいます。まあ、列強に追いつき追い越せというような形で、憲法というものを近代的な装いを持ったものを持ってないと馬鹿にされてしまってということになるので作ってきた。これが見てくれの立憲主義、外見的立憲主義という言葉です。はい。3番にはヨーロッパ型とアメリカ型と書いてありますが、先ほどのですね、図を文章化したものでありますので見といてください。はい、続いて3番ですね。ちょっとここで、画面の縮小をしたいと思います。すいませんが、左の発展マークがですね 150% だと隠れちゃうのでね、ちょっと私が講義上しにくいってところがありますので 140% に減らしてみました。近代立憲主義の危機と言われている時代があってね、これは同時にイコール書き込みです。現代立憲主義の契機、きっかけ、モメントということでもあるよということでありますね。一つは資本主義の矛盾と書いてありますように、まあ貧富の差がですね、そのある人が怠け者だからとかそういったことではなくてね、制度の特性として当然のこととして理解されるようになってきた資本主義制度の、そこでということで修正が加わりましたよということなんですね。でそのような修正が加わった近代立憲主義の考え方を現代立憲主義、現代立憲主義と言います。で日本国憲法は当然のことながらですね、そういった矛盾も経て、そして第二次世界大戦の終結、そういったものの後を作られた憲法でありますので、当然日本国憲法の立場です。で積極国家、はい、貧乏人のためにですね、さまざまなサービスをしなければいけない、放っておけばいいというんじゃなくて、 いろんなおせっかいをしなきゃいけない、積極国家ということであります。中はざっと復習のところで見ておいてくればいいですが、図のイメージね、これはもう本当にイメージ図なんで、はい、自由権っていうもの、それだけではなくってですね、国から施しを受ける、恩恵を受けるっていうことではなく、権利としてサービスを受けるんだという社会権というふうに人権が広がりましたと。そうすると国の役割も消極国家から単なる消極国家ではなく積極国家へというふうに役割も太りましたと。そういうイメージです。次に2番。議会制の変貌ってことですね。これも資本主義の進展ってことと関連します。
青文字始まりに書いてありますように資本主義の進展に伴う云々とこうありますけれども、ね、社会的な利益状況というものの対立が、これが政党というものを通じて政治へというふうに反映していく、そうになっていった。だから議会対です、ね、行政府との対立というよりはですね、野党対与党の対立とかね、そういう構造になってきたということであります。でさらに民主化を徹底していく、そして利益対立が激化していく、そうするとだんだんです、ね、議会で、ある考え方を作っていくというよりはもう対立激化で審議はするけれども、結局は対立がそのままの反映して議会が形骸化していく。形骸化というのはですね、審議がだんだんおろそかになっていくとかね、まあそういうほどの意味内容であります。でこれに対してどうすべきだろう、これは実は革命の中に右に書いてあるように戦後憲法学の問題意識としてずっと脈々と今日まで脈打っておりますということです。次に3番、行政国家現象ということですね。から先ほどの人権が太くなったんでね、国の役割も太ってきたというで、その図というものについて、そのようなサービスというものをどのようにやっていこうかということについては、結局社会国全体の富の再分配でありますのでね、まあ、従いまして、まあ、非常に技術的にも専門性の高いものが要求されるんですね。そうすると官僚組織もきちんと備わっている行政権というものにですね、非常に期待がいくようになります。で行政権がですね、実は国を大きく動かしていくよというね、そういう現象になっていきますね。とこの現象のことを行政国家現象、行政国家現象とそういうふうに言います。まあ中身は全体復習で読んだ上で大文字中心で再納得しておいてもらいたいんですけども、この今画面に映っている括弧3番ですね、行政国家現象に対する歯止めということですね。ここに書き込みが入ってますね。はい、当地のとりわけ中小問題文、入試や稀に予備試験なんかで出るよという中小問題文ですね。はい。まあ、これを解くときの基本的な視点にはなりますよということです。中小問題文というのは事例問題文というものに対比する言葉だと、そう思ってください。まあ、司法試験ではまずそういう問題は出ません。法律選択科目は別ですが。で、予備試験ではですね、稀に、まあ、問題文の一部分が抽象的な問題文だとかね、そういうことはあります。で、もし統治をめぐる問題が出てきたならば、この行政国家現象に対する歯止めとしてですね、議会主義の復権とか、裁判所の権能の強化、ということを言われているよ、という視点が大事ですね。はい。11ページ。行政がどん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 太っちゃったわけでしょう。近代立憲主義のまんまで国会の役割や裁判所の役割を考えているとですね、大きくなったものに対してもともと小さすぎることになっちゃうんですね。そこで解釈によって議会の権能を太らせていこうじゃないかと、解釈によって裁判所の力を強めていこうじゃないかというのが、まあ一つの対策なんだね。まあ、もちろんいろいろと理屈っぽく考える人はすでに気がついている人もいるかもしれませんけれども、国民がどん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 小さくなるじゃないかという問題点もあると言われてんだけどもね、まあそこから先は憲法学の関心事だね。はい。まあ4番、憲法の規範としての力を強めていくって試みってことは同時に司法国家現象であるんですね。で右に国家観と書いていたんですけども、単にそうなってるよという現象を示す言葉というよりも、そうあるべきだという観点からこの中身が語られることが多いのでね、単なる現象って言葉ではなくて司法国家観という言葉を使う学者の先生も非常に多いですよということです。さて、まあ対立激化、それだけではなくですね、議会主義の形骸化によってですね、ナチスドイツの誕生、そういうこともあって大きな世界大戦、まあそんなこともありましてですね、平和というものを目指すっていうことがですね、これはもう第二次世界大戦後非常に大きな世界の目指す方向になってるんですね。で現代立憲主義の中にはもちろんそういったようなのも入ってますよということであります。続いて6番、はい、これは中世立憲主義から近代立憲主義へって形で、様々な特権を持つ人ではなくてですね、人は人であるに人であるというですね、均一な人ってものを考えてきた。これが近代立憲主義の人間像なんですね。それに対しましてですね、いくら努力してもですね、制度の家にですね、なかなか富を得られない、そういった具体的な人間。
そういうふうにですね、人間像がもっと具体化しましたよということだと思って復習で全体見といてください。ついに第2章、憲法の基本原理ということなんですけども、第1節基本原理ですね、これは実は全体講座編でやってるんですね。で、図を見ながら強調しますけれども、この人権規定、具体的には10条以下第3章国民の権利及び義務という法典のタイトルがついてますけども、そこから以下だけが人権保障なんじゃなくてですね、それから後のですね、40条以下の国会とかね、そういった様々なシステム、統治機構、それに関する条文等、すべて憲法は個人の尊厳を達成するための人権保障の体系である。憲法は人権保障の体系である。10条以下、39条までが人権保障の体系なんじゃなくて、憲法全体は人権保障の体系である。これをしっかりとね、頭の中にもう一度叩き込んでおいてください。ということでありますね。で、さて、憲法原理としては、まあ、これまた全体講座編でやったので、ということで、ざーっと復習で見ておいてね、ということになりますが、まあ、個人の尊厳、すなわち、人は人であるがゆえに、みんな最高の価値を持つと。それよりも上に立つ絶対的な価値なるものは存在しない。そういった個人の尊厳という原理。であるがゆえに、みんな自由であるぞと。で、みんな最高の価値を持つであるがゆえに、平等であるぞと。で、みんな最高の価値を持つのに、制度のおかげで常に貧乏でなきゃいけないってのはおかしいから福祉義務だぞという自由平等福祉、これが出てきます。で、そのような政策を実現していくためにはですね、最高の価値を持つ自分たちが自分たちで決めていくんだという民主主義が生まれますと。で、平和ってものはこれら自由平等福祉民主すべてを破壊するものですから、そうであってはならないって形で平和主義でありますと。そういった、まあ、原理の関係図ということになりますね。はい、2番自由主義、3番民主主義、ざっと4番平等主義、5番福祉主義、見といてもらいたい6番平和主義も。ただ注意を流したいのは、民主主義という言葉についてです。今画面にですね、はい、図が映ってますね。これは14ページの図なんですけれども、はい。で、まあ、立憲民主主義っていうところを黄色を塗りつぶししておきました。立憲民主主義の意味で民主主義という4文字を使うのが法律家の一般用例です。無意識にそういうふうに使ってます。多数決民主主義的な民主主義の意味内容で使ってる、これまた無意識に政治家の無意識的な一般用例はどうもこちらである場合が多いです。民主主義に従ってしっかりと今回決まった法律には従ってもらいたいんだとかですね。これはもう多数決主義的な民主主義のイメージで使ってるんですね。で、人権保障の体系の中での民主主義だっていう考え方が、まあ、戦後の憲法学、そして今日のですね、実務科学者、みんな持ってることでありますんでね。だから立憲民主主義、すなわち民主主義って言葉を使うときには、少数意見を十分に尊重した自由な討論、審議が必要不可欠な前提となっていて、そういったものがしっかりと保障されている民主主義だと。という意味で使っているよってことは、ここでしっかりと強調しておきたいと思うんですね。はい。まあ、平和主義の後で、平和主義については、憲法9条ってものが、重要な条文になるということになりますけれども、まあ、ここはあの21ページまでずっとですね、発展扱いの取り扱いにしておきました。で、中に学説の対立とかですね、そういったものにつきましての図表とかね、そういったものが出てきてもですね、これはあのせいぜい担当の考える問題素材だよという程度のことだっていうことをですね、まあ憲法の全体終わった後ざっと読むときには意識しながら読むようにしてください。そのような場所については何説か二説のことにして深く突っ込みすぎるってことは、これまたメリハリが大きくずれましてね、最終合格までの年限が長引く一つの大きな理由になるのでってことを言っておきます。次に第2節、法の支配ってことですね。はい。これはですね、憲法典の中に一回も出てこない言葉なんだけども、戦後憲法学の中でですね、非常に重要な原理だという理解されるようになってきたものであります。そしてまたですね、放送を目指すというような形でね、司法試験入門講座ですから、放送ってことで言いますけれども、放送を目指すということで、法というものによって紛争を解決していく、裁判というものに主に関わっていく、ということを目指すためのものであると。そういうことであるならば、もうとりわけとりわけ非常に法の支配という考え方は重要であると。そういうことを言えます。はい。
まあ一頃は法治主義っていうものなんかも流行っていたんですけれどもね、これはもう今日あまり見向きされなくなってますので、発展扱いです。そこで2番、はい、法の支配、これは重要ポイントだよということで塗りつぶしてあります。全体ざっと見てもらえますけれども、一言で言いますと、法の支配っていうのはですね、人の支配ではなく法の支配だよ。人の支配ってことは、例えばルイ何世がですね、こうだと言えば朝方にはそういうふうになり、夕方になって気がかかってああだって言えばああなりとかね、そういった恣意による支配ではないと。人の支配すなわち恣意による支配ではなくですね、法の支配すなわち理性による支配であるということでありますね。はい、理性っていう言葉をよく使いますけれどもね、合理性っていう言葉にすると分かるだろうと思いますね。理にかなったということですね。はい、で法の支配っていうものの内容はですね、今日最も合理性的な中身は何なのかというとですね、人は、人であるがゆえに皆最高の価値を持つというのが最も根本的な理性だと、そういうふうに理解されておりまして、個人の人権保障というものが中身であると。でそのような人権保障する憲法であるからこそ憲法は最高法規だという憲法の最高法規制で、まあ人は人であるがゆえに皆最高の価値を持つと言ってみたところがあまり非常に抽象的ですから、したがって、実際にああだと考える人とこうだと考える人と利益が対立して揉めているときにですね、両方の意見をきちんと聞いてという手続きがあると初めて、あ、この対立状況では、うん、これが理性だねってものが浮かんでくるでしょうということで、手続きの適正、これちょっとカッコ3すぐにはピンときませんけれどもね。はい、でカッコ3であるとするならば、その典型は裁判でしょということなので、裁判所の役割重視と、こういった4つがその内容である、そう言われております。で次に3番、日本国憲法における法の支配の現れってことですけれども、まあこれはですね、もっと分かりやすい言葉を使えば、日本国憲法が書き込み入れておきましたよ、法の支配の原理ってものを採用する、これ定説なんですが、その根拠というほどの意味内容であります。ほら、条文がこうなってるじゃないか、条文がこうなってるじゃないか、条文がこうなってるじゃないか、だから法の支配とという4文字はですね、文言化は一度もなされてないけれどもね、憲法的にいくら読んでも。だけどもこれは日本国憲法が採用している重要な原理だよということを言っているのが3番のタイトルに上がっているところですね。はい、でまあそうしたのであとは、括弧1番以下ですね、復習の時に上がっている条文の数字のところはとにかく法典にあたって一読してみてもらってですね、ああそういうことかと思ってください。でさっと見てもすぐに、ああそういうことかとピンと来づらいのはおそらく括弧3番の31条だと思いますけども、これはね、31条ってものをしっかりと勉強した後ならばそういうことなのだっていうふうになりますので、パッと読んでみて、あれなんで31条がと思った人は、まあしばらくその疑問を温めておいてください。31条を学習するときにその温めたものが付加すると思います。はい、ではしばらくまた、発展マークくくりですね。はい、その発展マークの扱い方とかだんだん慣れてきてくださいね。こんな感じで講義は進んでいきますからね。どうでしょうか。はい、さあそれでは続きまして次のチャプターへと移ることにしましょう。はい、次のチャプターは、チャプター2になりますね。はい、チャプター2はですね、憲法総論2としまして、憲法改正、憲法保障、日本国憲法の構造というテーマになります。でテキストのページはですね、はい、テキストのページは25ページの、まあ、表が終わった第3章、はい、そこのところからですね、37ページの、まあ、かなり上の方で第5章、第5章の直前までと、25ページの第3章、そこから37ページの第5章の直前までという塊、これを予定しております。はい、それでは早速テキスト、はい、まあ画面映しますけれどもね、はい、第3章、憲法の持続と変動ということですね。
まあ、タイトルの指す言葉はですね、今ある憲法をしっかりと大事に守っていく、これが持続である。ただし社会は社会でどん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 動いていくわけですからですね、今ある憲法をそのままの形でただ守っていくってことだけでは、そのうち社会とのズレがどんどん大きくなっていってね、お前そんなことは憲法違反だと、憲法を、あの古臭い古文かと、憲法が何するものよという感じになっていっちゃうから、だから憲法の方も動いていかないといけないと。まあ持続と変動、言葉としてはちょっと矛盾する感じですけれどもね、個人の尊厳原理に基づく憲法、すなわち人権保障の体系である憲法であるからこそ大事なものなので、だからそれがですね、もう憲法なんかどうってことないじゃないかとかいうふうにならないようにですね、持続させると同時に変動もさせなきゃいけないと、そういうことを言っています。はい。で、まあ憲法の変動ってことにつきましてはですね、まあ第一巻ざっと読んでもらいまして、ポイントどころ、普通はいきなり憲法改正までいかないで解釈を変更していったりします。例えば裁判所の解釈が変わっていくということで重要なものとして、例えば判例変更なんてのがあったりするんですね。で、まあそれで追いつかないなんてことになっていきますと、規定そのものが改正されるということになります。で、憲法改正というのは一番初めに言ったように書いてありますようにですね、まあ要するに削除訂正追加のことでありまして、で、しっかりとした手続きのもとで行われることでありましてですね、まあ、すなわち意識的形式的に変えていく、これは憲法改正であるよということですね。で、憲法改正につきましての手続き等につきましては、これは発展編でということでやればいいわけで飛ばしますが、27ページ2番ですね、憲法改正の限界という部分があります。はい。まあちょっと今色直してますけどね、これはまあ一応論点なんで、黄緑塗りつぶしでした。で、憲法改正の限界で、憲法改正の手続きに従いまでいかなる内容の改正を行うことも法的に許されるか、憲法改正に次は青文字になってますけども、法理論的に限界があるか、これが問題だということなんですね。政治は力で動いてきますんでね、従いましてどんな改正もですね、やってしまえばもうやってしまったということにはなります。やってしまえばやってしまったということになります。で、しかしそれはですね、言ってみれば有効な改正なのか、それとも改正としては無効なのか、すなわち法理論的に限界があるのかという問題意識だよということですね。はい。青文字のところをしっかりと意識して問題の所在というのを覚えておいてください。はい。で、まあアドバンスのところを見ますと、1番が無限解説ですね、いろんな理論がありますが、そして2番はですね、限界説で、これが通説だよ、青文字になってるでしょ。カッコ1やカッコ2のように理論構成はちょっと大筋で分けると2つに割れたりしますよと。ただこれお互いに排斥し合ってるわけじゃない。で、皆さんおすすめする筋道はですね、これを融合したような足部先生の考え方でおすすめしてますよということであります。で、限界説と無限解説を分けてるのは、まあ価値判断ですね。で、まあ、外見的な立憲主義から現代立憲主義へという形で日本国憲法を手に入れた日本国民はですね、やはりこれはいいものだ、素晴らしいものだという考え方でずっと今まで生きてきたし、これからも生きていこうと思っております。だからどんなものでも力関係で改正されちゃえばそれで終わりだよということについては、価値判断的に納得できない。だから無宣言説は今日ほとんど死に説ですね。で、圧倒的な通説が限界説だということであります。はい。では筋道ですけれども、民主主義に基づく憲法は国民の憲法制定権力というものによって制定されているんだと。そして憲法改正権というものは、この憲法制定権力が憲法典の中に取り組まれて制度化されたものなんだと。大元となっている憲法改正権を否定するようなことは、制定権を否定するようなことは改正権にはできないだろう、そういうことをここで言いたいわけですね。次にまたという形で、近代立憲主義憲法は人権保障という自然権に由来する思想というものを成分化したものであって、まあ、このような自由の原理、これは民主の原理であるところの国民主権と不可分に結び合っていることになるということであります。まあ、今私このようなというふうに言ったんだけどもね、はい。まあ、画面の部分も直してしまいました。まあ、皆さんのテキストはですね、あらかじめ直っているはずであります。
私が予習でちらっと直したところなんかが最終的にテキスト化されていくんでね。はい。まあこのような自由の原理ってものは民主の原理とある国民主権と不可分に結びでやっているとっていうことですね。で、民主から来たところの憲法改正権力、制定権力という理屈、その民主と結びついているものが人権保障なんだから、だからってことで人権保障をないがしろにしてしまうような憲法改正もやっぱり限界があるだろう、そういう考え方になるよってことですね。で、まあ従ってってことが結論部分ですね、主張部分ですね。改正権がそういうのは憲法の中の根本規範というべき人権制限の基本原則を改変することは理論的に抑えないというべきであるということでありますね。何でしょうか。はい。あ、集会色塗り忘れてますね。そしての下のとすれべ以下、これ第一主張です。黄色に塗りつぶすのを忘れてしまいました。失礼しました。今画面上に塗りつぶしました。はい。まだ議論が抽象的でしょう。それでということでね、アスタリスクの2番です。限界説に立ちますよね。圧倒的通説に立ってね。で、日本国憲法の改正の限界は具体的には何だろうかということが、とりわけ改正規定をいじれるのかなってなことで話題になります。改正規定をいじろうという憲法改正っていうのはですね、今日の自民党中心ずっと言われておりますね。まさにそういう問題点です。で、少なくともその実質を変更することは、その実質っていうのは理由のところから読んでいくと分かります。はい。それは憲法制定権力が自ら創設した憲法典を持続させるために設けた規定である。憲法改正規定というのはそうなんだと。で、憲法改正権を拘束すると考えられると。すなわち、制定権力によって作られた改正権が制度化されてるんだから、その改正権のですね、手続きに、権力行使の手続きについて定めている改正規定というものは、憲法制定権力によって縛られてるんだと。まあ、そういうことを言ってるわけでありますね。はい。少なくともその実質、すなわちですね、憲法制定権力が国民にありというその実質を変更することは改正の限界であり、予算になると一般に返されていると。で、書き込み。じゃあ、どのようなものがその実質を変更することかなってことで、まあ、頭の体操をみんなで一緒に考えてみようよということなんですけれどもね。はい、考えてみようということですから、96条を引いてください。96条です。はい。まあ、だんだんいちいちプレゼンターで映さなくなっていきますけどもね。まあ、まだまだ最初の最初の最初、最初の第一歩なんでね。はい、96条ですね。で、第1項、この憲法の改正は、各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案して、その承認を得なければならないと。この承認には特別の国民投票または国会が定める選挙の際に行われる投票においてその過半数の賛成を必要とするという現行の96条1項ですね。この憲法の改正は各議員の総議員の3分の2以上の賛成で成立する。でも終わりで2項もなし。はい、まあ2項があるとすればですね、2項は、はい、憲法改正について全項の成立を経たときは天皇はうんぬんというふうにもう全部直しちまう。そういうことだと仮にしますよね。から国民一度も顔を出さないんですね、手続きの中にね。これはやっぱり憲法制定権力による憲法改正権だということの本質を害するだろう。じゃあこんな具合どうでしょうか。はい、この憲法の改正は各議員の過半数の賛成で国会がこれを発議し国民に提案して、うんぬんかんぬん2項そのまんま。今よりも憲法改正がしやすくなるよね。だけれども、憲法制定権力によって縛られているのが憲法改正権だという、その実質本質は害していないから、まあそういう改正ならば、法理論的に無効な改正じゃないよね。っていう感じになるんじゃないでしょうか。ということであります。はい。続きましてですね、第3巻が憲法の変遷というタイトルでね、まあこれはね、言葉の意味をまず2番でしっかりと掴んでもらってね、はい、括弧1番は現象を指す言葉なんですね。で、括弧も入れておきました。この現象を否定する者はいません。社会が動いていくんで、
もともとの憲法とちょっとずれが生じていくことはあり得るだろう。括弧2番ですね。はい。もともとずれがあって、ずれが生じてきたということであるならばですね、憲法がもともとあって、社会の実態はこうだった。だけども、それがだん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 ですね、ずれが生じてきちゃって、ずれてきた。ね、ずれてきた。その時には、憲法の規範も動くんだというね。この憲法の規範も動いちゃうんだ。いや、文言は変わらないよ。憲法改正しなければね。でも、規範って文言とイコールじゃないからね。だから憲法の規範も動いてっちゃうんだ。これが、括弧の2番の意味でのですね、憲法変遷なんですね。この点に争いがあるよって形で、言葉の対性とですね、争点はこっちだよってことだけ覚えておいたならば、はい、あとは第3巻の横に書いておいた通り、全部単行問題です。単刀現場思考を考える問題の素材にぐらいしかならないだろう。そういうふうに思ってて結構であります。まあ、したがって、ということで、29ページのところまで単行ですね。それから第2節が憲法保障ってことでね、これはね、憲法を保障する。というほどの言葉の意味なんですね。だから日本語の本来の熟語の作り方といえば本当は保障憲法なんですよ。ですね。ね、さあ語感が悪すぎじゃないですか。で憲法保障って言うんですね。でどうしてもですね、初めてこの四文字熟語を見た時には憲法が保障するものみたいな感じでふっとこう直感的に覚えちゃう人がいるんですね。そうじゃないんです。憲法を保障するものというほどの意味なようですね。はい、まあ発展マーク飛ばしましょう。次に、第4章ですね、日本国憲法の成立過程、はい、成立過程での歴史的な知識、そういった事柄はですね、まあ単刀で出るかもしれないけれども、単刀で出るとしてもですね、まあかなり出題頻度は低いというような状況ではあります。まあそういったことですので、第1節ですね、これは実はもう全体をですね、発展マークにしちゃってますね。で34ページに飛びましょう。はい、第2節としまして、日本国憲法の構造ということであります。さあ、まあ法典というものに皆さんにとにかく早く馴染んでもらいたいわけで、そして、まあ実力がついていって、まあ予備に向かろうが入試に向かろうが、農家大学院で学習しようが、司法試験の受験勉強しようが、その後受かって実務修習しようが何だろうが、とにかくあれどうしようかなと考えたらば法典にパッと飛びつくというね、癖を早く入門中につけてもらいたいわけね。で、まあ第一科目である憲法のところでって形で見てみましょう。はい、法典、皆さんのお手持ちの学習の六法で日本国憲法という表題がある部分、はい、そこに行ってみてください。はい、まあ私は昔からですね、遊郭のポケット六法、これを愛用しています。ポケット六法になる前は小六法っていうタイトルのものでも、その時代からずっとね、もう何十年と愛用してますけれども、まあ目次をつけてくれてます。重要法令にはね、まあご覧のようであります。で次に、陳は云々観音、喜んだ、そしてですね、ここにこれを交付させめるってことが書いてあります。はい、この部分のことをですね、はい、テキストの2番、上湯というふうに読みます。上というのはお上、天皇のことですね。上湯というふうに言います。これは文字に書いてあるように憲法ではありません。そのことはしばらく論法を見ていくとすぐ分かるようになっていきます。で、まあ御名御事、年月日でいろんな人の大臣の署名ですね、そういったものがずっとあってねというようなことでありましてね、その後に日本国憲法というタイトルがあるんですね。はい、ここから日本国憲法です。だから陳は喜んだ国政を占めるっていう部分はですね、これは日本国憲法法規範じゃないということですね。で日本国憲法というタイトルのもとにですね、第一章に入る前に文章がバーッとこうつながってるわけですね。これ前に置いてあるので全文と、そういう言い方をします。前に置いてあるので全文という言い方をします。はい、まあテキストの3番ですね、全文と書いてありますね。でそのところに、まあ、例えば前文の1段1文はですね、憲法制定の目的を謳ってるよなんて書いてあります。1段というのは第1段落という意味です。1文というのは第1文章というほどの意味であります。はい、まあ画面、日本国憲法という表題の後に段落一文字下がって日本国民はと、でずっと一文字上がったところでずっと終わって、また一文字下がって、
これ第一段落、第一段ということですね。次の日本国民は公共の平和を念願し云々、これ第二段ということになります。続いて我らは責務であると信ずる、これ第三段、日本国民は誓う、第四段ということになりますね。次に第一段、はい、これは結構長いんです。まあ、全部で4つの文から成り立っているわけでありますけれどもね。はい、で日本国民は、正当に選挙された云々かんぬん各々しかじかで決意し、国に主権が国民に損することを宣言し、この憲法を制定する。丸ってことでしょ。ここまでが一文ですね。で次にそもそも国政はということで、その福利は国民がこれを享受する。丸ってことですね。二文ってことです。これは人類普遍の原理であり、かかる原理に基づくものであるで丸ですね。第三文ってことですね。で我らはこれに反する一切の憲法法令及び省直を排除するってことで第三文ってことですね。いいですね。でまあ答案などで引用するときにはですね、大とか条とかね、そういったものを憲法で憲法の法典を引用するときには省きます。それと同じでね、はい、全文一段一文、第一段落とかですね、第一文章とかですね、そのこといちいち書きません。一段一文と、そういうことでありますね。はい、でまあ一番、日本国憲法の構成はですね、しっかりと覚えるようにしていってください。で上流っていうんだよと、臣は喜んだ、公布せしめるっていう部分はね、これは法典じゃないんだと、法じゃないんだってことね。で全文は日本国憲法とタイトルの後ですから、全文も法規範のであります。でまあ1番2番で3番に全文の法規範性、これもう全部説明事項としてですね、覚えておいてもらいたい。で次に4番はですね、全文の裁判規範性ということで、はい、書斎色塗りつぶしになってますでしょう。はい、全文が法規範であるぞということは、これはもう今日はもう定説なんですね。では全文のある文言なんかを直接のですね、根拠にして、それをもとに裁判の判決書けるんだろうか、これは実は裁判規範性という問題点なんであります。で具体的な例ってもので示せばってことで、はい、例えば全文2段3文にある平和の時に生存する権利、これを直接の根拠として裁判で争うことができるのであろうか。まあ、全文のその文言を見る前にですね、はい、先に、はい、ずっと次のページ次のページに行きますと、ダイヤモンド資格、皇帝令長沼事件第一審判決ってのがありますよね。長沼事件ってのは有名な事件であります。で憲法は条文も少ないしね、事件についてはニックネームというものは、まあ、他の法律の勉強なんかと異なって、なるべくやっぱり覚えるに努めた方がいいです。長沼、北海道の札幌の近郊長沼ってことになりますね。で航空自衛隊の内機基地建設のために、農林大臣が国有林の指定を解除したってことなんですね。で国所有の森林があってですね、これを保安林として指定してたんですね。保安、わかりますね。で洪水などから国民を守ってくる、財産を守ってくる保安林、そういった指定をしてたんです。これを解除したんですね。解除しないと基地建設などという大工事できませんのでということであります。でその基地の建設はですね、国有林の指定解除の理由となっている法律に書いてある公益上の理由ってものに当たらないと。でなぜならば平和を乱す基地じゃないかということなので、そんなものは公益にならないということでね、そこでその指定についての解除という指定のですね、処分、これを取り消せという判決を書いてくれと、取り消すっていう判決を書いてくれっていうふうに取り消しを裁判所に求めたんですね。で、まあ、行政事件、訴訟法、救助っていうメモを入れておきました。はい、まあ、これは今まだ見なくていいと思います。国のやったことについてですね、何でもかんでも訴えれば、とにかく受けて立たなきゃいけないということになりますとですね、裁判がもうすごく溜まっちゃってしょうがないでしょう。本当に人権守らなきゃいけないっていうような本格的な裁判がなかなかできなくなっちゃうんですね。でこれは全体構造編で訴え却下という言葉を使ったことを思い出してもらいたいんですよ。で門前払いにしちゃうというのが訴え却下なんですね。で原告として裁判所の判決を求める適格性がない、その場合には原告適格がないので訴え却下
ていう言葉を使うわけですね。はい。で、まあ、原告になった人たちはですね、これは平和的生存権というものに基づいてですね、こういった判決を書いてもらえるんだというようなことなんかを一つ理屈付けとして言ったんですね。で、この第一審判決は、判死曰くご覧のようにということで、青文字になってないんですけども、まあ、第一審でもあるしということで、また裁判例としても唯一であるしということでですね、これ一生懸命覚えてないと担当でも困るよとかね、そういう類のものでは受験上はないんですね。で、裁判史上唯一のですね、平和的生存権の具体的な権利、平和的生存権を謳っている前文の裁判規範性、これを唯一肯定した裁判例だということであります。こんな具体例なんですね。はい。で、アドバンスですけども、具体的には平和的生存権、それは話題になったんだけれども、まあ、裁判規範性を否定するのが、通説と言っていいでしょうということであります。そういう道はこの通説で救ってやります。まあ、括弧2番、肯定説もあるけどねということで、まあ、学説上もですね、長沼一審を支持する人は非常に今日少ないですね。さあ、それでは、実際の前文、2段3文にある平和の地に生存する権利という部分ですね、そこを見てみたいと思います。はい、画面上ちょうど左の方に書いてありますね。左の切れたところにね。はい、日本国民やったのは第2弾になります。ずっと消して、決意したで丸がついて一文ですね。我らはうんぬんかんぬんの形で、と思うで丸がついて二文ですね。その後三文ですね。我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、ここです。平和のうちに生存する権利、を有することを確認すると、平和の地に生存する権利を有することを確認すると、まあそういうふうに言ってるわけですね。で、こういうことを謳っている前文というものは裁判規範性があるかないかという議論なんだよということです。第何条じゃないけれども法典のある文言、そこをきっかけに問題の所在ってものをしっかりと理解し覚えようとする、そういった癖を早くつけてくださいね。はい、そういう意味では否定説ですね。理由、そもそも前文の内容は抽象的な原理ないし理念であって、裁判規範となしうるほどの具体性を書いていると。条文がこう言ってるからこういうことが言えるよ、こう言ってるからああいうことが言えるよというふうに、こうだああだこうだおうだと、そういうふうにはピンとくるほど具体性がないじゃないかと。なのにそれを物差しにして裁判をすると言ったって、物差しがもやっとしてんだから、はい、この5センチ超えましたね、それじゃ違法とかね、それはピシッと言い切れないと、そういうことを言いたいわけです。で、よって前文には裁判規範性はないと。したがって平和の地に生存する権利を直接の根拠として裁判で争う、そういったことはできないよというのが裁判規範性否定説という、まあ通説と言ってよいだろうという考え方ですよということであります。37ページにですね、最高裁どうだろう、まあ皆さん当然気になると思うんでね。はい、最高裁はですね、訴える利益が消滅したとして上告を棄却して、前文の裁判規範性については直接言及していないです。言及する必要もないということなんですね。はい、この訴える利益が消滅したってこと、事件との関係で言うとね、保有国有林の指定を解除した、保安林として国有林として指定していた、それを解除した。で、長沼にこの内規基地ってものをしっかりと早く作んなきゃいけないってことなので、国はですね、治水工事を突貫工事でバーッとやったんですね。だから保安林の指定を解除して森林を潰しちゃって基地にしてもですね、洪水とか起こらないようにしちゃったので、そこでですね、処分を取り消してもらわないと、さまざまな具体的利益がほらこんなふうに返されますよという適格性を持つ人が近隣住民いなくなっただろうと、だから裁判してもしょうがないよということを言いたいわけ。これが訴え利益が消滅したとしてってことです。裁判所に原告が訴えた当時は治水工事全然やってなかったんですよ。だけども、まあ裁判年月かかりますから、その間に治水工事を完成させちゃったんですね。
そうすると最高裁に上がってきた頃は、もうあんたたちこの裁判で救ってもらうっていうような利益具体的に持ってないじゃないじゃないですかと。っていう結論になっちゃったよと。そういうことであります。はい。さあ、それでは次のチャプター3に移りたいと思います。はい、チャプター3はですね、憲法総論3としまして国民主権、さらに人権総論1としまして、人権の意味及び種類、さらに人権保障の法的性質というテーマですね、これらを扱いたいと思います。でテキストのページはですね、37ページの上からちょっと降りたところにある第5章、そこからですね、56ページ、これはたまたま切りがよく全体終わるまでというところになります。でテキスト37ページですが、第5章、国民主権の原理ということでありますね。個人の尊厳原理、これがあってですね、自由主義、平等主義、福祉主義、達成集団としての民主主義及び平和主義と。5つの憲法原理と。そう言ったわけでありますけれどもね。憲法典上はっきりとですね、これは法に謳っている、憲法という法に謳っている法原理だよとこう言えるものがあるんですね。それが皆さんが小学校高学年以来学習してきた国民主権という4文字なんですよ。ただし、国民主権という4文字熟語は憲法典の中にはありません。憲法典の中にはありません。まず見つけやすいところとして一条を見てください。一条を見てください。はい、一条を見ますと、天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づくと。この主権と国民と合わせて国民主権、国民主権と皆さんは今まで勉強し習ってきたということになります。次にちょっと見つけにくいんだけれども、はい、全文第1段を見てください。はい、で、日本国民はという第1文をですね、ざーっと目で早めに追ってきますと、最後にこの憲法を確定するという丸がありますよね。その丸に至るまで早めに追っていくと、目に入ってきませんでしたか？そうです。ここに主権が国民に損することを宣言し、この憲法を確定すると上がってますね。はい、この主権って言葉と国民、これを合わせて国民主権。ということになります。はい。まず主権って何だろう。条文で言っている通りの国民って何だろう。そういったことをはっきりさせるということになります。まあ、第一節国民主権の一番初めにというのが上がっているところでありますけれどもね。ここのところのですね、一番主権というのは一般にこういうものを指すよっていう、これは、まあ、担当直前なんかにはしっかりと全体意識として覚えてなきゃいけないんだけれども、今任だ4だ2箇所の主権という2文字はですね、国家における主権の所在、すなわち国政の最終決定権のことだ。国家における主権の存在所在っていうところで主権がまた出てくるんで覚えにくい人はもう飛ばしちゃってカッコ書きで覚えてて大丈夫です。国政の最終決定権という意味の主権だよと、それにもう覚えちゃってください。でこの丸1丸2丸3をそれぞれ説明しているのが2番、そしてまた3番、そしてまた4番ということでありましてですね。で、まあ2番3番のところは言葉の使い方が分かってるかねってことで担当で聞かれることはあるんで、まあ4番が中心なんですね。はい、ここに全文第1段第1文読んでみました。それから1条読んでみました。ここに使っている主権という言葉ですね。これは結局国政の最終決定権は国民にあると言ってることになる。よでしょうか。では国民とはっていうことによって決まっていくんだけども、そこに実は争いがあるんですね。で2番、結局国民主権の意味について争いがある。主権の意味について争いがないんですよ。国政の最終決定権だ、もうほぼ定説と言っていいんですね。国民をどう考えるかによってこの国民主権という4文字について争いが生じてきます。まあただ受験上の取り扱いとしては担当考える問題素材だろうし、また入試でしょうねと、論文で書くとしても入試でしょうと。こんな原理論的なことについてしっかりと論証させるような問題というのは予備試験やですね、司法試験そのものでは扱いません。普通出題しません。
もうある考え方を前提にしちゃってます。はい。で、まあ、ここに言う関係各国国民、条文の文言の国民ですね、を全国民と考えるべきか、それとも有権者の総体と考えるべきかと。そういう問題提起ができるようになっておくと、あ、この人問題の主題はちゃんと分かってるということになります。アドバンスから説明していきましょう。はい、天皇はここに言うところの関係各国民ではないことについては定説です。大日本帝国憲法、明治憲法時代のですね、天皇が一番強い力を持っているんだというですね、そういったことを否定して国民主権を謳っているということは誰も争わないんでね。だからここで言う国民ですね、ここに言う国民ですよ、関係各国国民ですよではない。これはもう定説なんですね。はい。で、実際に国民が決めていくことさということから考えていくと、赤ちゃんは決めることに参加しないでしょう。そうですね。まあ、平成28年からですね、6月施行だったかな。そこから、まあ、18歳になりますと、選挙権行使できることになるわけで。で、そういった一人一人がではなくて、そういった人たちの全体だと。これが有権者の総体って言葉の意味内容です。なら、中学生とか小学生とか赤ちゃんとかみんな外れてくるんですね。はい。だから実際に力を行使する、実際に物事を決めていく、そういった要素を重視した考え方。しかし批判の方に説明いろんな理由がついている通りで、それはまずいんじゃないということであります。括弧2番は全然塗りつぶしもないし書き込みもありません。これはかなり独特な考え方なんで、まあ、このことを非常に説明する先生も予備校の中にいらっしゃいますけれどもね、受験上は大した問題ではありません。で、次の2番ですね、全国民主体説。これ1ではまずいんじゃないという批判の説明いろいろ塗りつぶし。そこでということで2番。だけどもそれでもまずいんじゃないということで2番の批判の説明いろいろ塗りつぶし。で、皆さんにのおすすめは3番ですよというものになるんですね。だから2番はですね、1番と2番というものが両極にあるものなんであって、どっちかというとその2番の方ですよということですね。で、これ3節の基調になっているものですよということですね。で、3番は2節基調の折衷説ですということです。今私がちょっと説明した発想ね、いろんな法を学習するときに必ず役に立つから、まず一方の曲、他方の曲があってですね、まあ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 ってことで折衷説が生まれるんだけれども、一方の曲を基調にする折衷説とですね、他方の曲を基調にする折衷説があるんですよ。まあこの辺で半分にピシッと割ってなんていうね、そういうのは普通ないんです。そう思ってください。はい。そんなことが分かっていると、これから先いろいろな何々説、カニカニ説そういったのを見るときにですね、結構気が楽ですよ。はい。じゃあ批判それぞれは筋道で説明した後ならば復習で読めば分かりますので、はい、筋道を見ていきましょう。はい、判例があるわけじゃないしね。で、まあちゃんと一方の曲、他方の曲ね、そういったものを意識した論述がよろしいです。この点、主権者たる国民を有権者の全体と捉え、もうそこで赤ちゃんとか、中学生、小学生外れてるんですよ。で、改革主権の本質を憲法制定権力であるとして、有権者としての国民が国政の在り方を直接かつ最終的に決定すること、すなわち権力的なきっかけ、モメント、そういったものが国民主権だとする見解もあると。で、しかし、それでは独裁を許す危険があり、ということはね、直接かく最終的に決定するということが国民主権なんだよと。いうことであるならばですね、それこそ憲法改正の限界論というものを1時間ぐらい前に話題にしたわけでありまして、まだそんなに経ってないかな。憲法改正してさね、法律についてこれは国会じゃなくてね、国民がいきなり国民投票で決めることもできるんだとかね、そのような法律を作ることの前提になるように、憲法の40条をちょっとこう正し書きつけちゃうとかさ、そういうことをするのはどうだと。これは国民主権に反するかと、いや反しないと結構なことじゃないかと。直接国民が行使していくってことをもっと前進させてるんだから結構なことじゃないかと。で、皆さんの中にもそれはそれで結構なことじゃないかと
今時の政治状況はですね、自分たちの知らないところで、自分はただ選挙することだけなんだということで、もう一度選んじゃうとですね、その後内閣ができて、そして法律を作ってってとのことになればですね、国会がもうそこから先はもう自分が手の届かない、それはけしからんと思ってる人もいると思うんですね。だけどもよく歴史から学んでくださいということを言いたいだけ。そのように直接的に行使するってことが増えていくとですね、それが極端になったのがですね、これがナチスの政権獲得のきっかけとなったものなんですよ。まあ、すなわち、ワイマル憲法という第一次世界大戦前後に作られました、前直前に作られました憲法というものはですね、終わる直前に作られました憲法というもの、これはですね、国民投票という形で国民が直接的に決めていくということを非常に強く前面に打ち出したんですね。でナチスに全権、総統に全権委ねちゃうよというですね、法律を国民投票で圧倒的な拍手の喝采のもとにですね、作ってしまったんですよ。それによって議会というものはもうほとんど事実上もう機能停止に陥ったんですね。はい、そういった経験があります。なんでいきなりですね独裁が出てくるんだっていうことですね。よいしょうか。はい、このしかしそれでは独裁を許す危険があり、ここは今のような歴史的な認識のもとに立ってますから、分かったら知らんぷして書くんですよ。はい、また国民が主権者たる国民とそうでない国民とに二分されてしまって、智者と非智者の自動性、これ全体構造編で民主主義の中身として話しましたよね。これに反して妥当でないと。でそこで基本的にはああってことはただで直すから基本的にはと入れてるわけですね。基本的にはああ主権者たる国民は一切の自然人である国民の総体と捉え、国民主権とは全国民が国家権力の源泉であり、国家権力の正当性を作る究極の根拠であることを解すると。すなわち国家がやってること、内閣がやってること、それは国民に由来してるから正当だよということを指すのは国民主権だと。ちょっと待ってと。そうそう、なんかこう飾り文句のような感じがしてきてですね、ちょっとそれはそれで納得できないと。で、ただってことですね。はい。飾り文句のような気がして納得できないっていうだけでは、法律の論争としては理論的じゃないんですね。そこで、実定憲法の中に根拠を求めて、ほら、例えば、憲法改正の存在、改正権の存在等があるでしょと。通って言うけども、これが最も重要なんですよ。で、国民すなわち有権者が、国の政治のあり方を直接かつ最終的に決定するという権力的契機、もう不可分に結合していると返すべきであると。すなわち基本的にはって形で国民総体だと。すなわち正当性の契機をもとにして国民主権を考えていくと。だけども権力的契機、もう不可分に結合していると。じゃあ一体どっちなんだと、一体どっちなんだって形で決めようとしたんでは、こういうような微妙な折衷説の意味がなくなっちゃうの。まあそう思ってください。どうでしょうか。はい、この憲法改正権96条、その中にですね、国民の承認とこうなってるわけでありましてね、でその国民の承認をなしにするような憲法改正は憲法改正としても無効だとそう言ってるわけでありますからね。だからこの条文というものがあってですね、それに基づいて権力的に実際に力を行使していくという部分も国民主権という憲法原理の中に入り込んでいるんだっていう説明をするわけだね。はい。で、こんな抽象的議論を何のためにやってるのかってことなんですけれどもね。だから国民がさまざまなことを決めていくことになるべく関わるべく、関わるべく解釈していくことは国民主権というものに反するわけじゃないのだということを言いたいわけですよ。それによって議会主義の復権を図ろうとするわけ。よいしょうか。で次に第2節ですね、天皇制ということなんですけれども、はい、1番の1番2番の発展に入るまでのところ、まあここは全体ざっと読んでいてもらって、まあ小中学校で勉強した通りであります。で主権者であり元首であり統治権の総覧者であった日本国憲大日本帝国憲法時代の天皇が単なる象徴になったということですね。
で天皇はその地位をですね、その天照大神に遡った神格性ってことから根拠づけるんではなくて、この地位は国民の総意に基づくよというふうにされたと。このまあ括弧1括弧2番の2点ですね、これを重要なポイントとして、当然覚えておいてくださいということになります。まあそれ以外は発展編でということで、次に括弧3番4番5番ですけども、変えざって読んでおけばいいでしょうと。で次に2番、天皇の地位はってことですね。はい、1条ちゃんと条文読んでおいてくださいね。でざっと読んだ上で括弧2番、これはもう単行というふうにメモを入れておきましたけれども、まあ読まないで済みましょうと。で次に天皇と裁判権、これは法というものにとりわけ裁判というものに関わっていくっていうことがあるので、まあこのことぐらいは覚えておいてねってことですね。民事裁判権及ばないものとするものが判例であると。だから天皇を被告としてですね、天皇は原告に金1000万円払えとかね、そういう判決書いてくれという訴えがあったならば訴え却下だということを言ってるわけです。どうでしょうか。はい、続いて行為の承継ということですね。憲法2条見ておいてください。そこに皇室典範という言葉が出てくるんですけども、これは皇室典範という名前が憲法典の中にあらかじめついている法律の一つだというほどの意味です。何か特別な法律だというふうには思わないでください。はい、でその具体的な中身括弧1番、まあ2番、これはもう発展編ですね。次に天皇の権能についてということで、3条4条6条7条ですね。3条4条6条7条、はい、まあ黄色塗りつぶしをしておきました。はい、まあ、5条入ってませんけれどもですね、5条は天皇が何かするという条文じゃないんでね。はい、3条4条6条7条ですね。はい、条文見てみましょうか。はい、3条です。天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負って、天皇は政治的な責任は一切負わない、そう言っております。で4条1項で、天皇はこの憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しないと。次に2項ですね。天皇は法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任するという行為をすることができるということですから、この委任も国事行為の一つです。で5条は飛ばしまして6条ですね。第1項ですが、天皇は国家の指名に基づいて内閣総理大臣を任命するという形で、三権の一権の長ですね、これは箔をちゃんとつける、格付けするためにね、天皇が任命します。2項ですね、天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命すると。三権のもう一権の長、これも箔をつける、格をつけるためにですね、天皇が任命をしますと。天皇の任命行為ですね。次に7条ですね。天皇は内閣の助言と承認により国民のために佐の国事に関する行為を行うと。1号10号はですね、国事に関する行為の多くを占めるけれども、その10個の例ですね。もう一つ国事に関する行為はどこかというとですね、はい、4条に国事に関する行為を委任する行為、これが挙がってるし、6条1項に内閣総理大臣を任命する行為が挙がっているし、2項に最高裁判所の長たる裁判官を任命する行為が挙がっていると。公示行為は1号から10号だけだというふうに思っている人案外多いんですよ。天皇とかあんまり出題しないからね、チェックされないまんまにですね、修習生になっちゃう人も結構いるんです。だけども公示行為は10項だけじゃないんですよ。当然のことながら、ちゃんと条文を読める癖はつけてください。覚えるとは言っていません。ちゃんと条文を読む癖っていうものは、どんな法を読むときにも基礎になりますから。まあ、第一科目の憲法のところでちゃんと読んでみせました。まあ、そう思ってください。はい。で、具体的な中身に入ったならば、まあ、これ発展編ね。っていう形でありましてですね。括弧2番は中身に入る前にですね。はい。国事に関する行為といったってですね、結構政治性が言葉としては入ってるものがいっぱい上がってるわけですよ。で、国政に関する権能を有しないって言ったんだけども、どういう関係になるんだろう。これはまあ単行なんで、まあ問題意識だけ持って、単行はほったらかし、発展はほったらかしてください。44番も単行なんですね。内閣の助言と承認に関してもですね、実は争いがあるんです。はい。まあこれも中身はまあ発展編だね。そう思ってください。内閣の責任ってことですけども、3条がありましたでしょう。私は読みながら文言になってないものを言葉では発したよね。
内閣が責任を負うのであって天皇は一切責任を負わないと言いましたね。はい、天皇は政治的な責任を負いません。負わないということは同時に政治的な権能も何もないということでありまして、三条と四条一項というものは裏表対をなしています。はい、続きまして、まあ、3番以下、まあ、ずっとこれまさに全体発展編でありますんでね、飛ばしましょう。発展ブロックなんて発展パートなんで飛ばします。よいしょうか。はい、続きまして、テキストのですね47ページになりますね。はい、第2編として基本的人権の保障ということです。大きな編が変わりました。今まで第1編憲法総論だったのが第2編基本的人権の保障になります。第2編は非常に長いページ数です。第1章は基本的人権総論で、第1節が基本的人権総説ということでね、第1巻は人権の歴史であります。まあ担当試験なんかではですね、憲法史、しかも有力な国に、まあ欧米主にそういったところのですね比較憲法史的な知識、これも聞かれることはまれだけでもあります。はい、でまあ発展マークくくり、全部省略します。53ページ、はい、まあ、53ページになりますと、第2巻として人権の観念及び類型となってますね。人権って何だろう、どんな類型があるんだろう、それほどの意味ないようです。でまず憲法典の文言にはですね、第3章に国民の権利及び義務というただ権利という言葉が使われることもあるし、11条や97条のように基本的人権という言葉が使われることもあるわけでね、12条は12条でただ権利という言葉を使ってたりします。いろいろ用語が使い分けられているんですね。で個人の尊厳権利に基づいてですね、憲法は人権保障の体系だと言ったわけで、国民の権利の中でも人権といえるものと、まあそんなでもないけどねっていうものがあるんじゃないか。で人権保障は非常に大事だ。でそこで人権とは何かということが問題になるんですね。で人間で最高の価値を認める個人の尊厳という根本原理13条1項に基づいているじゃないかと。人間の価値そのものに由来するというものが人権なんだと。すなわち人権とは人が人たることに基づいて当然に有する権利であると考えようと。国家の構成メンバーだから与えられるとかですね、そういったものじゃなくてね、人が人たることに基づいて当然に有する権利と、そういう考え方をするんだということですね。まあほぼ定説と言っていいです。次に2番、人権の類型ということで、まあタイトルだけ黄色塗りつぶしをしておいたということですけども、これはまあ全体構造編でもざっと見てきたよねってことなんですね。まあざっと皆さんもう一度見直しててくれれば結構であります。注意してもらいたいのはこの分類の相対性っていうところですね。何々の自由とかね、そういうふうに歌っていてもね、その自由っていうところから国に対してこうしてくれと言えるようなこともあったりするよとかですね、そういったものがありますし、またですね、国が貧乏人のためにサービスをすべきだということであったとしてもですね、こんなに貧乏なのにこれ以上税をかけてたらば死んじゃうよってな形でね、だから生存権ってものについてもですね、これはそれ以上のことやんないでくれというですね、そういったことはやんないでくれという要素も持ってるよとかね、これが分類の相対性ってほどの意味ないようです。物事は全部ですね、黒と白、はいどっちかっていうふうにピチッと割り切れるものではない、そういったことは頭の中に入れておいてください。続いて第3巻がですね、人権の憲法的保障と言われているものでありまして、まあ通常こういった硬い熟語で呼ぶんだけれども、分かりやすくみんなに書き込み入れておきました。第丸条がですね、バツバツ保障すると謳っている、そのことの法的意味は何なのかということなんですね。はい、で1番、まあ法的権利性ということに対しまして、56ページ2番はプログラム規定、それから3番は制度的保障というふうに上がっております。はい、で1番が基本的な条文の読み方です。で人権というものを理念的に見ていくとですね、これは皆が持つ人が人たる上に根拠に持つんだから大いに尊重されるべきだというようなものが権利権利というふうに認識されるようになっていって、それが
法律の世界なり憲法の世界でですね、実際に法によって定められている権利だというようになっていく。そうするとそのような権利はですね、法規範性を持つと。で、単なる法規範性を持つだけじゃなくて、権利内容の中身も具体的なので、そこで裁判規範性もあるということもあるだろうし、そうではなくてちょっと未だ抽象的なのでですね、具体的な権利ではない、すなわち抽象的権利に過ぎないというものもあるだろうというような議論なんですね。平和的生存権というものにつきましてですね、これは前文の第2段のところにちゃんと歌ってるわけだし、まあ権利って言葉もついてるわけで、まあ、したがってですね、その平和的生存権を定めている前文の2段3文というものはですね、法規範性はあるだろうと、あるいは平和的生存権には法規範性はあるだろうと、だけども具体的権利性はないよ、裁判規範性はないよというような形になるんだ。まあ今までの勉強を例にすればそういう形になります。次にプログラム規定という概念があるんでね、はい、これはですね、実は憲法という法の中に謳ってるけれども法ではないんだと、政治宣言なんだというほどの使われ方がしてきたものであります。で、議論されてきた、中心となっていたのは実はかつて25条だったりしましてね、はい、25条ちらっと見てください。25条です。はい、すべて国民は文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると。そういうふうに言ってるわけですね。で、2項ではですね、国はすべての生活部分について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと。まあ、そういうふうに言っております。で、まあ、この憲法が制定交付されてもですね、その後しばらくの間はですね、国民全体がですね、非常に困窮状態にあったわけですね。で、食料も全面的にですね、配給制度って形でね、全面的に国家統制されていたわけです。で、その時代、配給米しか食わなかったということで、餓死してしまった裁判官がいたほどの国民全員の困窮状態だったんですね。そうすると、健康で無駄な最低限度の生活が痛まれてないから、これこれの給付をしてくれと言ったって、それはちょっと今の国民全体の国力からじゃ無理ですよとかね。だから25条ってものは、まあこういう理想を掲げただけの条文なんだっていう説がその頃非常に流行ったりしたんですね。まあしかしですね、まあ国民的な生産力の向上とかね、そういったものも、まあ支える背景としてはあると思いますけれども、そうではなくてですね、25条のこの生存権と言われているもの、すなわち健康で文化的な最低限度の生活を営む権利のことを生存権と呼びます。今噛みそうになった通りね、こんなにいちいち言ってられませんので、生存権と呼びます。で、この健康で文化的な最低限度の生活を営む権利というものも法的権利なんだよと。ただ具体的にどんな給付をするのか、どの程度貧乏だったらばどんなことができるのかとかね、具体的にはちょっとなかなか読み込めないねということなんで、抽象的権利に過ぎないよとかね、そういう時に使われてたのはこのプログラム規定という考え方なんですね。続きましてですね、3番ですね、はい、制度的保障という言葉遣いがあります。はい、人権って言うけど人権じゃないよと、権利というよりは制度なんだよと、こんな制度を法律でぶち壊しちゃいけないよって形で憲法が保障してんだ、制度的保障、そんな言い方がされるんですね。まあとにかく第1回のこの段階ではですね、この黄色1234塗りつぶし青文字、これを丸暗記でいいから覚えちゃってください。で、通説はこの4つがですね、制度的保障なんだというふうに理解しております。それぞれのところでちゃんと説明をします。はい、それでは今から5分休みます。はい、それでは2016年入門講座岩崎クラス憲法のですね、第1回目のユニット2、すなわち後半チャプター4なしチャプター6始めます。はい、早速チャプター4ですね、人権総論その2としまして、人権共有主体性のその1として外国人のその1というテーマですね。で、テキストのページはですね、57ページ、はい、その一番最初ね、第2節と、はい、まあ、その一番最初第2節、
そこのところからですね、64ページの中ほどよりちょっと下の4番出入国の自由、その前までという塊を予定します。早速テキストの57ページ、はい、第2節、人権の共有主体性ということですね。はい、まあ人権というのは人が人であるがゆえにという権利でありましたね。だから、まあ、私たち皆さん方のようなですね、いわゆる人ですね、ホモサピエンス人、これが人権共有主体になることができるんだ、これはもう、まあ、当然誰も争わないんですね。まあ争わなかったですね。でこれは57ページ上がっている自然人ということであります。ホモサピエンスのことです。はい、法人というのはですね、これは民法など会社法などでも勉強していくようになる、そういったことで、今会社って話をしましたように、会社などが典型例ですね。あと、まあ、税理士会とか、これなんかも弁護士会なんかも法人だしね、から NPO 法人とかそういったものもありますよね。はい、自然人以外のもので法主体となるものってほどの意味内容になります。でこれは人が人であるがゆえにというカタカナ人、そこから考えていくと一応議論にはなっていましたね。それから外国人ですね、これは日本に在住している日本国籍を有しないものということの意味内容であります。はい、これはね注意してほしいんだけども、法の世界で一般的にですね、外国人といえば、はい、下の方に書いておきました。法の世界、正解じゃなくて世界ですね。はい、法の世界一般では外国人とは日本国籍を有しないもののことを言うんですね。はい、外国人とは日本国籍を有しないもの、そのことを言います。だけどもですね、外国人、日本国籍を有しないものでアメリカ合衆国に住んでいる人、その人に対してその何らかの人権制約的なことを国家、日本国という国家権力がするとかですね、そういうことは考えられませんので、無意味ナンセンスなんですね。それで憲法に話題にする外国人というものはですね、はい、これは日本国籍を有しない者の中で日本に在住している、すなわち日本に在住していて日本国籍を有しない者、これしっかりと覚えておいてね。法の世界一般とは違いますからね。何でしょうか。でまあ一番のところにも書いてあります、しっかり覚えてねというね、普通の法概念と違うからねということでね、消える塗りつぶしにしてあります。でまあ、第1巻外国人の人権、これをまず議論しようじゃないかということでね。でね、一時的滞在者、例えば旅行者、それから特定定住者、いわゆる在日の方々ですね、韓国籍、朝鮮籍、そして、中国籍、台湾籍というかね、そういった日本と朝鮮半島、そして中国台湾との関係、歴史的な関係があってということで、ちょっと特定の歴史を持っている特定の定住者ということで、特定定住者という言い方をする場合もあります。だからそれ以外の定住者、例えば学びに来ている学生とかですね、あるいは仕事に来ている労働者とかですね、まあそういったような人たちということですね。党と上がっているのは別に労働者と言われていない人たち、例えばニューヨーク州の弁護士で、日本の弁護士事務所で働いて、で、国にはお父さんお母さんがいてとかですね、そういうこともあるわけで、だからまあ一時的滞在者、特定定住者、それ以外の定住者というふうに、まあ、一応事例が見た時には目をつけるようにした方がいいですね。はい、で外国人の人権共有主体性についてということなのでありますけれどもですね、第3章の表題が国民の権利及び義務という形で国民のになっているんですね。条文との関係ではそれが問題の所在のきっかけです。ただしですね、外国人の人権共有主体性を肯定するのがもう今日定説になっておりましてですね、理由として、まあ、もし入試問題なんかで書くきっかけが訪れたならばこんなことだよということで、1、2ということであります。まあ、こんなに覚えられるかということで、本質どっちって言えば1ですね。人が人であるがいいにということでありまして、国民があるがいいにではないのが人権ですからね、という1が最も本質的です。
で、普通論証せずに人権共通性あるのはもう前提しちゃいます。ではその共有し得る人権の範囲はどこまでだろうかと、いかなる基準によって判定するかと、すなわち国民と全く同じでいいのかということはですね、これはやはり、ここからが論証始まるよっていう場合は多いですね。はい。で、まあ、そして以下はですね、そうは言っても判例通説だよということでほぼ定説化している考え方なんで、まあ、別にわざわざおすすめ色の強調はしてません。はい、いかなる人権がいかなる限度で外国人に保障されるか、人権の性質や外国人、人権の性質や外国人の種類を考慮して個別に決すべきであると。そんなものは当たり前じゃないかと思うかもしれませんけれども、こんな説もあったのでね、ってことでアドバンスを見ておくと分かりやすいんですね。はい、昔はですね、条文に何人もと書いてあれば外国人も入ると。国民はっていう出だしになってたり、国民はっていうになってれば日本国民だけだとかね。そういう形式的な解釈もあったんですね。だけども批判ということでありまして、昔はあったんですねっていうほとんど死に説ですから、だからこんなものを論証の中に挙げる必要もないだろう。まあただ、この説は取らないで過去に万端なんだよという自覚は持っていた方がいいということですね。で、丸の1。はい。まあ理屈っぽい世界にこれから生きていくので、書かないとしてもね、答案で書かないとしても読んで、ああなるほどなっていうのは思ってもらいたいんですね。はい、22条2項というのがあります。この機会に見てください。22条を見るとですね、何人も外国に移住しまたは国籍を離脱する自由を侵されないと、そういうのがあっておりまして、中でもとりわけ何人も国籍を離脱する自由を侵されないということですね。何人もと書いてあるから、アメリカ合衆国で日本国に定住している人、その人も適用されるんだとしてみたところで、アメリカ合衆国国籍なわけでありますから、その国籍を日本国が奪うなんてことはもともと関連できない、考えられないことなんでありまして、しかしそれも考えられることになって変な条文になるじゃないかと言ってるわけです。変でしょう。はい、だから変というのは理に背く、ね、非論理的だ、背理、理に背くと、これはもう理論矛盾と言ってもいいような非常にきついですね、批判言葉になります。はい、でも性質が通説で判例もそうだと言われてるんですね。マクリンさんという人の名前を取ったニックネームのマクリン事件というのがあってですね、これ後ですぐ事例を話題にします。権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除きっていうふうに判決文の留置の中、すなわち霊障デシデンタイ中でも霊障デシデンタイ、そこの部分こういうふうにはっきりと書いてあるよってことですね。はい、論証ではそもそも以下のこの理由で十分でしょう。そもそも外国人の日本国に対する関係は日本国民の国家、もちろん日本国家ですに対する身分上の恒久的結合関係とは性質を異にし、場所的居住関係に過ぎないということでありますね。はい、まあ身分上の恒久的結合関係という熟語、それから場所的居住関係という熟語ね、この対比が、まあ、キーワードってことになりますね。で、そうは言っても抽象的なんで、今まで議論になったものなどを中心に、個別的に見ていこうということであります。一番は前文として、前説として、復習の時にざっと見しとけばいいでしょうね。で、二番、まず参政権についてということです。はい、参政権についてはとりわけ、括弧1、憲法上保障されているかという問題意識の他にですね、次のページになりますが、括弧2、法律による保障が憲法上許されるのかという二側面から議論するのが普通ですね。まあそう思ってください。はい、でまず憲法上保障されているのかということであります。外国人には参政権が憲法上保障されているのであろうかと、で国政レベル、地方レベルの選挙権や非選挙権の各種の公務就任権、選挙権や非選挙権や各種の公務就任権、都の職員、市の職員、区の職員になる、これが公務就任ですね。で、大臣になる、公務就任ですね。はい、選挙権、非選挙権、それから各種の公務就任権と、これは問題になるよということであります。はい、15条を見てください。まあ、15条を見るとですね、公務員を選定し及びこれを罷免する、
ことは国民固有の権利であるということでありますね。で、国民だ何人もだそういったことにはこだわらない、実質で考えるという説を取りますから、だから15条を見てですね、国民って書いてあるからダメだよねとかね、これは直前の実質説覚えてないよねってことになるわけですね。自分は実質だ自覚がないよねってことになるわけですね。はい、でこれはどうだろうということなんですが、アドバンス否定説が通説でありまして、まあ肯定説のことまで批判して論証するなどというきっかけは通常ないでしょう。で、参政権は全国家的権利でないと、国があるから国政に参加するってことがあるんだろうってことですね。で、外国人に保障することは国民の自律的意思に基づいて運営される国民主権に反すると、国民主権という国民というのはまさに条文上も国民と書いてあるわけでありましてですね、この国民主権でいうと、この改革を国民という二文字はですね、日本国の有権者の総体か、それとも日本国の全国民か、そういう争いがありますけども、まあどんな説も日本国民ということを大前提にしていて、これはもう定説なんですね。ということであります。まあ、外国人にも保障しなきゃいけないんだということをね、これはもう反するということです。保障してもいいかどうかは議論してませんよ。でですね、保障しなければいけないのだってことは反すると。で、定説と言ってもいいほどの通説ですね。はい、外国人には国政レベル、地方レベルを問わず、参政権は憲法上保障されないということでありますね。はい、国政レベル、地方レベルを問わずということであります。じゃあ、法律によって保障しても構わないのかということですね。保障してないことが憲法違反かっていう問題が直前の括弧1。ここでは保障することが、あ、それは憲法違反だってことになるかというお話です。ちなみにダイヤモンド裁判、これも確認的に読んでもらって、そこに引用されている53年 10.4 というのはマクリーン判決ですよという括弧も入れておきました。で、括弧2番、法律の保障が許容されるのか。まず選挙権についてはねと。いうことで、法律によって外国人に選挙権を付与することが憲法上禁止されるのであろうかということでありますね。はい。まあアドバンス上がってますけれども、まあ国政も地方もともに禁止だよという説とね、それから国政禁止だけれども地方レベル、まあ別に構わないないと法律で認めるならばと。いうこちらが判例通説ですよということであります。はい。で、論の理由のところにですね、やはり知識としても判例というものはいつも神経使わなきゃいけないね、とりわけ憲法の学習の中で。この丸の3に上がってるのはね、学説の理由であって判例は異なりますよってことは、黄色の塗りつぶししておきました。大雑把な勉強はしないでください。まあ、後で話題にします。はい、従いまして水道の中に上がっている丸野さんは空へのぬりつぶしは私の講義の中ではしておりません。はい、まず国政レベルでは憲法上許容されないと、なぜならば国民主権に反するからだと、まあほとんどこれ異論ないですね。で、地方レベルではですね、地方自治体の行為というものは法律に基づき法律の枠内で行うというふうに条文になっている以上をですね、国民主権に反しない、法律でにタガがはめられているんでね。なら、まあ、地方団体のメンバーを、例えば議会のメンバーを選ぶことについて、外国人も投票できるようにしたからといってですね、その選ばれた人たちが議会であるいは、地方の行政府で様々な行動をするについて法律の縛りがかかってんだから、だから国民主権には反しない。そういうことを言っております。はい、94条見てください。94条です。だんだん憲法、シワが寄ってきた六法、開きやすくなってきましたか。はい、94条。商工団体は、その財産を管理し、事務の収集、行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができると、そういうふうに言っています。このさまざまな事務処理の根拠となるのはですね、商工団体の法であるところの条例なわけでありましてですね、その条例は法律の範囲内で制定することができると。まあそうなってるでしょって。これが法律によってたがはまってる。
ということですね。はい。で、まあ次に理由の2としまして、外国人の超レベルの選挙権はむしろ準民自治の理念に適合すると。準民自治っていうのはですね、これ自体憲法との中にこの4文字熟語はありません。で、その地方公団体の住民そのものが決めていくんだと。住民自らが決めていくんだっていうほどの考え方を住民自治と呼んでおりましてですね。94条見てくださいで見ましたよね。その前に2つ遡ると92条とのがあるわけで、地方公団体の組織運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定めると。地方自治の本旨の中にね、一つ住民自治っていうのが入ってんだ。っていうふうに、これもほぼ定説と言っていい通説なんですね。これは地方自治のところでしっかりと説明します。はい、住民自らがってことからいくならば、外国人も住民なんだから、日本に住居を有する日本国籍を失うものが外国人ですからね。はい、だからかえって良いではないかってことなんですね。したがって定住外国人に地方レベルでの選挙権を法律で付与することは憲法上許容される。地方レベルでの選挙権を付与することは憲法上許容されると、そういう説を展開するってことですね。はい、ダイモンド裁判を終えますが、93条2項に言う住民とは、地方公団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのは相当であるというのが判例でありましてね。で、この点また強調してますよ。この判例は上記論説の理由3と異なるよということです。よろしょうか。だから、まあ、なんとはなしに何か論証書を覚えてですね、というような形で行く人なんかでですね、その結論自体はですね、国政レベル憲法上許容されない、地方レベル構わないということで判例と一緒なんですよ。だけども3まで含めて全体論証した上でですね、以上判例に同士であるとかね、これはああもうこの人判例ちゃんと勉強してないんだっていうことがすぐバレちゃいますね。で、嘘ついたことになりますからね。丸野さんは判例は全然違いますから。学説の多くはですね、15条は国民と言ってんだけども、93条は住民と言ってんじゃないかとかね。まあ、ちょっとご都合主義的な感じが私にはするんですよ。だって国民だろうがですね、何人であろうがね、形式にはこだわらないと言ってるのに、国民と住民だけはしっかりと区別して強調するとかね。なんかどうもご都合主義だなって感じは私はするんで。で、まあ、丸一丸二で説得力十分ですから、羽と違うことをわざわざ理由として書くって覚え方はしない方がいいだろうと、ここは。まあ、そう思ってるんで、丸野さんは空よから外してる。そう思ってください。はい。先ほどの再犯平成 7.2.28 ですけれども、全体はざっと見ておいてくださいね。次に、定住外国人の国政選挙における非選挙権ということで再犯でありますけれどもね。まあ、定住、これは特に特定定住外国人のことを話題にしているとそう思ってもらって結構でありますが、これは別段、特定定住だからといって変わらないよという考え方をしております。次に括弧 B ですね、公務承認権についてということです。はい、東京都管理職承認事件というのがありまして、最高裁大法廷判決ですね。管理職でありますので、都政の政策決定というものにですね、かなり実質的な影響を与えていくような権限責務を負っている職員であるということにはなっていくわけですね。はい。で、事案としてってことで、保健婦として採用された X さんがですね、外国人であることから管理職選考を受験する資格がそもそもないんだと。ということで受験できなかったんですね。で、ある年度の管理職選考の受験資格を有するという確認をしてくれと。それから受験を拒否されたことによる過去の精神的な苦痛についての損害賠償をしてくれという形で裁判所に訴えた。一審があって二審があって最高裁まで上がってきたということでありますね。はい。最高裁の判詞なんで、判詞のところちょっと、この黄色の列を忘れちゃったんで今しときました。はい。で、地方公務員にはこんな2種類があるよと。
というような形でですね、でこの特に政策決定に大きく関与するような人たちのことを公権力行使等を中央公務員というふうに判決留置の文書の中で定義付けしたんですね。で原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等中央公務員に就任することが想定されている名義であると。でこの断りはこの理はこの断りはこの理は特別永住者についても異なるものではないと。これが、まあ、20分くらい前に話題にした特定定住者のことをイメージしております。で、まあ、合理的な理由に基づいて、日本の国籍を有する職員と在留外国人であるところの職員とを区別するものであって、まあ、労働基準法3条、均等待遇、憲法14条1項、平等にも違反するものではないということですね。はい、次に3番、社会権であります。外国人に社会権保障されるだろうかということですね。これも具体的な事例先に見ちゃった方がいいかなと思うんですけれどもですね、まあ最初ダイヤモンドの塩見訴訟再犯、これ見てみましょうか。先祖権に関わる裁判はですね、これはその原告になった先祖権を主張している人の氏姓、まあそれが肉になることは案外多いんですね。だから塩見さんという人がいたんですね。でまあ事案なんですけども、障害福祉年金の受給を大阪府知事に請求しました。したところを却下されましたと。そこでその却下という処分の取り消しを求めて裁判所に訴えましたということなんでありますね。はい。でこのようにですね、このような裁判例が話題になった頃はね、多く出た頃は、画面の上の方、はい、四角学校の真下のアスタリスクなお、社会保障関係法令中の国籍要件というものは、まあ、1982年に原則として撤廃されたと。でこの1982年に撤廃されるまではですね、もうまず社会保障規定には日本国民であって日本国民であってという言葉がもうバン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 ついていたと。これは国籍要件あるいは国籍条項、そんな言い方をします。はい、まあそんなことだったんだけどねということでありますね。でその時代に問題になった、そこで再犯、藩士曰くということで、どうも再犯まで塗りつぶした後藩士のところを塗り忘れる変な癖が私ついちゃってるみたいなね。はい、まあ画面上ちょっと手間くうので講義中に、いちいち直しはしないということになると思いますけれどもね、まあ入れ分けをして復習などをする人は再犯である場合には藩士も覚えどころになるんで、まあ黄色を塗りつぶししておいてもいいです。で藩士曰く、障害福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは立法府の裁量に属することからと見るべきであるというようなことを言っております。まあ理由の中のポイントとなるところなんかがですね、青文字部分になっています。はい、続いての再犯の事案ということですけれども、はい、事案をポイントを見てみましょう。日本国籍を有する旧軍人軍属の戦死傷者や遺族には、戦傷病者戦没者遺族等受験法及び恩恵法によって保障がなされていると。で台湾住民とある事故には何らの保障もなされていないのは違憲であるとして国に対して損失保障請求をしたということでありますね。まあ第一次世界大戦後のさまざまな歴史状況のもとにですね、台湾住民であって、日本の軍人だったりあるいは日本の軍のもとに働いていく仕事をする、人労働者だったりとか、そういう立場にあった人っていうのはものすごく多いわけでありましてね。でところがこうなってるということだったわけですね。で藩士、
台湾住民である軍人軍属に対する保障問題もまた両国政府の外交交渉によって解決されることに予定されたことに基づくものと解されるのであり、そのことには十分ご抵抗があると。すなわち戦争状態、その前後の状態の終結というものは結局平和条約というものによって片付けていくというのがですね、これは戦争と平和に関する法、すなわち国際法、その一般の考え方なんですね。それに基づいているからということを言っていますということです。はい、次のダイヤモンドですね。はい、事案見てもらいまして、在留期間を超えて滞在中であった外国人、これが交通事故で重傷を負ったために治療費等の支払いのために生活保護法に基づく生活保護の申請、これを行ったけれども、もちろん国政状況があったのでその申請が却下されたということでありますね。で、これはあの在留期間を超えて滞在中であったといういわゆる不法滞在であったというですね、それが事案の特徴になっているんですね。で、話でありますけれども、同法が不法在留者を保護の対象としていないことは憲法25条に違反しないと解するのが相当であるということでありますね。よいしょうか。はい、まあ、平成13年に最高裁が上がってきたということ、そういったことでありますけれども、まあもう国籍条項が撤廃され始めた、そういったところではあるんで、ここは不法滞在者がメインの問題になります。続きましてですね、不法在留外国人の国民健康保険被保険者資格という裁判ですね。外国人が国民健康保険法5条所定の住所を有する者に該当するかとか、それから寄港地上陸許可を得て上陸して上陸間経過後も我が国に残留している外国人等というのはどうかということでありますね。で、国民健康保険法5条所定の改革後住所を有する者に該当するかという問題所在になってますでしょですね。はい、で一番下に、書き込み入れておきましたけども、法文はすでに住所を有する日本国民ではなくて住所を有する者になっているよという事例だったんだってこと、これは覚えておいてくださいね。はい、で結論的には判事の事情のもとにおいては国民健康保険法5条所定の住所を有する者に該当するというふうに言っています。だからもともと日本国民となっているのがどうなのかっていう議論はもう卒業してるんですね、立法の状況からね。まあそんな時の判例ですよってことです。はい、でまあ近似の判例再判があって、永住者の在留資格を有する外国人である X がした生活保護法に基づくところの生活保護申請に対して市の福祉事務所長が却下処分したという事案があるんだけどということでね、最高裁、外国人は行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となりうるにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく同法に基づく受給権を有しないということで、はい、ここでももうすでに日本国民だ外国人だという議論は法律論レベルのところでは卒業しちゃってますよということであったんだけどということです。さあ、こんな裁判例判例ってものがある中で筋道はということですね。はい、上の方から62ページに戻りましたよ。はい、上の方から、確かに社会権は公国家的権利であると、人は人である上にということであるとしてもですね、でも給付をする機関がある国とか諸国団体とかだからそこに対して求めていくってことになるのでですね、公国家的権利だと、全国家的権利ではないと。でしかし社会権は人が社会の構成員として労働地位生活のことに基づく権利であると。人が人としてという時に、ただホモサピエンスとして生存が維持できればいいってことでもないだろうということになる。だから猿でもチンパンジーもないところの人なんだということとして、人らしい生活等があるわけでということなんですね。だからまあ国がなければサービスをしろという要求もできないわけですから、確かに効果的だと。だけども人が人たるがいいにという要素を持ってるじゃないかと。この点、日本社会に居住中国民と同一の法的社会的負担を担っている定住外国人は、日本人と同様に社会の構成員として労働し生活を選んでおり、定住外国人には、にはという説なんですね。
には社会権が保障されるというふうに考えますよということですね。はい。まあ国籍条項、国籍要件というものが撤廃された今日の法全体の制度、さまざまな社会保障法の法全体の制度からいくと結論そんな変わらないかと思うかもしれませんけれどもね、この説ははっきりと定住外国人は国民と同じだと、社会が保障されてるんだというところをちょっと一歩積極性のあるそういう説でありますよということですね。はい。さあそれでは次のチャプターへと移りたいと思います。次のチャプターはですね、チャプター5になりますね。チャプター5は人権公論、人権総論その3としまして、人権教育体制の2、外国人のその2というテーマになります。はい。でテキストのページはですね、64ページ、はい、64ページの中ほどよりちょっと降りてきたところということで、4番出入国の自由というところ、はい、そこのところから68ページ、はい、中ほど近く第2巻法人の人権の前までという部分になります。で早速64ページ、はい、まあ、4番目として出入国の自由という、まあ、グループ論点があります。で出入国の自由のうち入国の自由は否定するというのが通説でほとんど定説状況ですね。それから出国の自由は肯定して、それは22条2項だぞというのが通説状況ですね。それは何条だよとかね、そこになるとちょっと微妙に、いろんな少数説もあったりしますけども、まあ、出国の自由は肯定するよ、そして根拠は22条2項だよというのはもう通説になっている、まあ、そういうふうに思ってください。でまあそれぞれ理由だと見ての通りということで、これはもうほとんど論証もしません。入試でも論証はしないでしょうね。まあこの括弧22条2項ってものが、条項を挙げることによって論証したことにしてねというですね、そういったぐらいもう省略されちゃってると、そう思ってください。で、まあ、日本国を転覆する人であろうが何だろうが、とにかく入国は自由が大原則だと、これではそれこそ日本国を転覆しちゃいますし、次にですね、入ってきた以上出る出ないということについてはもう日本国が勝手に決めることができるんだぞと、自由なんかもともとないんだということにしてしまいますと、はい、22条の2項を見てもらいましてですね、はい、ここは移住って書いてあるしね、国籍離脱って書いてあるんですね。移住っていうとさ、なんていうかな、もう生活の本拠を移すっていう感じがするじゃないですか、日本語の持つ語感ですよ。だけども移住と不安を割らすとですね、その住む場所を移すということも意味するわけでありましてね。で今どこに住んでますかと、いやホテルに滞在中ですかね、これなんかもですね、まあ住むところ、いるところを移すっていうところにはなるわけであってね、住所とまでは言えないけれども、その間どこに住んでるんですかと、いや、どこそこのホテルに3日間住んでおりましたよとかね、そういうのは滞在って言うんだよってことかもしれませんが、まあ帰ることができないっていうのが原則だったのもおかしいんでね、であえて根拠を求めれば22条の2項だろうということなんですね。そういうことです。はい。でこれ括弧1括弧2もうほぼ定説と言っていいですから、論証は普通しません。で最高裁大平御庭判決もですね、憲法22条2項により外国移住の自由はその権利の性質上外国人に限って保障しないという理由はない、そういうことを言っておりますね。ちなみに百姓番号で A がついた1とかね、 A がついてる場合があるんです。これアペンディクスの省略なんですね。アペンディクスの省略です。まあもうほぼかなり議論も収まってるんで、だけども重要なことでもあるんだから、まあ少し補充的に紹介しておきましたよと
ていう感じで各百選の巻末近くにですね、1ページに2件とかそんな感じでパッとこう紹介記事的に上がってるんですね。はい、次に再入国の自由、これは今でも議論されておりましてですね、この定義付けで言葉がこんがらからないようにしてもらいたいんですね。我が国に在留する外国人が在留期間満了前に再び入国する意思を持って出国することを再入国と言うってわけでね、ちょっと待ってくれと。今雨かけかけた部分、出国することを再入国と言ったらもうこのまま日本語としてむちゃくちゃじゃないかと。その通りなんです。だけどもこういうふうに言うように習わしで憲法学の世界ではなってきてるんでね、これはもうしょうがないとして覚えるしかないんですよ。だから出国することを再入国と言ったのはおかしいかもしれないんだけども、再入国できなければ帰れないから出国できないんですね。だって出国した以上帰ってこれないのに出国しますかと、それじゃあ出国しませんってことになりますから、そこでですね、在留期間満了前に再び入国する意思を持って出国すること、これをが自由か自由じゃないか、それを再入国の自由っていうふうに呼ぶんですね。はい、まあ言葉の文言というものをきっかけに議論はしますけれども、とりわけ制定法の国でありますから私たちの国はね。だけども日本語のお勉強じゃないということはわきまえといてね。はい、で再入国の自由は外国人に憲法上保障されるかと、例えばということで外国人 X が自国の建国祭に出席するため再入国の申請をしたところ、法務大臣が適当でないとの理由で拒否した、そんな場合に X は再入国の自由の侵害を理由に処分の取り消しを求めることができるだろうかということでありますね。はい、でまあアドバンス、肯定説否定説、そういったものが上がっておりましてですね、でアドバンスの括弧B、否定説が判例ではあるわけです。はい、しかしアドバンスは、皆さんへのおすすめとしてはここのところは肯定説を進めますけどというふうにしております。はい、まあ学習が進んでいってですね、さまざまな答案練習とかやってたりしますとですね、判例に反対することを書くときには、この点判例は仕返っていうふうにしなきゃいけないと、それも手間暇かかってやだなとかね。まあそんなことで、ずるさがどん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 身についてきまして、で、ずるいってことは悪いことじゃなくて、早く受かるためには。まあただ、いつもずるく振る舞ってるとですね、論理的に不正誤なことを平気で書くような癖がついてたんでまずいんだけどね。で、まあこの点判例はって発想じゃなくてですね、これ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 などでこう考えるというふうに判例のそのままいく人も、上級になればなるほど出てきますけどね。はい、ここではこの点判例は入国の自由と質的に同じと考えて憲法上の保障を否定すると。しかし定住外国人についてははなんですね。で、再入国の場合にはその人物の人柄や行動は日本国の基地事項であって、生活の本拠が日本にある以上を単なる入国と質的に異なるじゃないかということでありますね。まあ特定定住者であれ一般定住者であれ、定住者の場合にはということであります。で、日本国民の海外旅行の自由と同視できると。で、海外旅行の自由は海外旅行っていう4文字はですね、憲法典どこ探してもないんですよ。だけども外に出てくっていう点では22条の2項の海外移住、これと似てるんでねってことで22条2項説がまあ圧倒的なんですね。で、認められるとわざわざ書いてあるのはね、海外旅行の自由ってものの名分がないからね、なら括弧書きで22条で2項で認められる、これは日本国民に認められるとすれば旅行と同じじゃないかということで、外国人にもという論法のためです。で、主張ですね、外国人の再入国の自由ははなんですね、原則として肯定すべきと考えると。入国の自由はない、だけどもですね、再入国の自由はあると、そういうふうに考えるということですね。はい、ただ当該外国人の再入国を認めることが著しくかつ直接に日本国の安全と独立及び日本国民の福利を害することが明白、著しくかつ直接でしかも明白、まあそのような場合には再入国を拒否するものと考えると。
人権では内在的制約としてと書いてあるのは、人権にはそもそもそんな人権にもそういうような制約が付きまとっているものだからだと、そういう理解ですね。はい。で、まあ当てはめって形で、はい。まあこれは事例と言えるほど問題の所在の部分がそんなに詳しく上がってませんからね。だからまあ原則違憲になるよっていうような書き込みに直しておきました。ところで保証されないっていう説に立ったとしてもですね、裁量の幅のある国の行為についてはそれを逸脱したりすると違法だよ、違憲とまで言えなくても違法だよっていう理屈は、これは行政法とかそういった世界の中で定着しているわけでね。だからまあ判例の立場反対説、自説肯定説からすれば判例は反対説だよね。反対説でも違法となることがあり得ることの話は別なんです。自説は違憲が原則だ、そこにポイントがあるんだけどね。はい。で、66ページ、森川キャサリン事件というニックネームについてのものがあってですね、事案ご覧の通りであり、で判死ご覧の通りであるということです。まあ短い事案でありますし、はい、ご覧の通りと言いながら、見てもらっているところ、ざっと目読速読してくれるといいんではないかということでありますね。はい。次に在留の自由というものであります。日本国にいることができるのはですね、これは、その国の許可が下りてるからいることができるわけでありましてですね、だから在留の自由というのはですね、これは結局在留期間更新の自由ということになるんですね。在留が認められた場合にはその間在留できるのは認められてるんだから当たり前に決まってるわけでありまして、だから在留期間が切れる前に在留期間の更新申請をしてですね、その時にその申請が通るのが原則だっていうふうに憲法上見て考えるべきかどうかということなんですね。はい。では外国人に在留の自由を保障されているだろうかと。で、この点ではですね、その在留期間中にあなたこういうことをしたよね、だから更新認めませんよなんてことをしてもいいのかというようなことがついて回ります。それは幕僚事件がそういう事件だったからでありましてね。でも法務大臣が当該外国人の本邦内、日本国内における人権の行使を理由に在留更新期間を、在留更新を拒絶することを許されるのだろうかということですね。はい。で、入国再入国、そして在留期間更新っていうふうにだん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 ですね、少しずつ事例が変わってくるよと、そう思ってください。で、入国は否定がほぼ圧倒的な、定説と言っていいほどの通説でありますよね。で、再入国については判例も入国と同じだ、判例は入国と同じだと考えていますけども、有力な反対仮説があってお勧めにしましたよね。で、在留期間更新ということはですね、その彼がそのまま居続けるという物理状態ではあるかもしれないけれども、しかし法的に見る限りはですね、瞬時亡くなったものが瞬時もう一度入学が許されるということなんでですね、まあ全く同じだよっていうふうに判例は考えてはいるわけですよ。はい。だけども再入国のところですら定住外国人については保障されてるよと言ってるわけでありますから、まあそういった整合性、親和性、そういったことからいけばね、まあこれまたそっちの方向向く方が素直だろうと思うんですね。はい。で、判例が幕僚事件でありまして、で、事案というものを覚えてくださいということなんだけども、これは復習の時にですね、68ページ、次のページですね、この事案をちらっと見るようにしてください。はい。で、まあ考え方のすり道であります。在留の自由は否定すべきであると、ただし一定の裁量の範囲内でなければ裁量権の代理として違法となると、ここまでは同じように考えていきます。はい。すなわち体は物理的に日本国にそのまま居続けることになるかもしれないけども、法的に見ればですね、ある瞬間切れて、そしてその瞬間同時に入国が許されるということだから、入国の問題と同じように考えることになるだろうということなんですね。で、ただ裁量の幅があるので裁量論の一般法理としてね、乱用は違法ですよと
ということです。あくまで違法ですよ。でですね。では、本法内における人権の行使を不利益に評価して在留公使を拒絶することは認められるかということでありますね。で、先ほどのマクニン事件でですね、構わないんだっていうふうに言っています。これがマクニン事件。はい。の68ページのところで、さらに詳しく見るところです。まあ一つの事件で解釈の問題点2つを持ってるわけで、それが判決流暢の文章としては同時進行的に描かれていくので、まあちょっと68ページと分断せざるを得ないんだけども、この点判例は、外国人に対する基本人権の保障は、法務大臣に広範な裁量の認められた外国人在留制度の枠内で与えられているに過ぎないとするということでありますね。つまりね、在留認めたよと。じゃあその在留の枠の中で、そこに在留している間、まあ政治活動の自由とか人権保障するよとかね。そういうことだと。で、在留更新をするってことはですね、この認めた在留が一旦ゼロになっちゃって、再びパッと瞬時在留認めるかどうかの問題だろうと。いうことなんですね。だから在留認めた時にその間人権保障がされるかってことと、瞬時なくなって再び在留を認める時に、この在留を認める時、あなたは人生の中で今までどんなことやってきたんだろうと、そういうことやってきたのかと、そういう人はちょっと入国好ましくないとかね、それはもう全然別問題でしょという形式論で言ってるんですね。そういう意味です。はい、これがですね、外国人に対する基本的人権の保障は在留期間人権保障するんですけども、それは外国人在留制度の枠内で与えられているに過ぎないという言い方をするんですね、判例は。しかし在留期間中の正当な人権の行使を理由としてその前提となる対等の権利を奪うのは理に背くと。どうぞ政治活動自由ですよと言っておきながらですね、その自由ですよと言ったことをやったら、今度はあんた交流期間、在留期間の更新が認められないんですかと。じゃあ自由だと言っておきながら自由じゃないってことじゃないですかってことになると。これが乖離ってことですね。次に、外国人はその結果、正当な人権の行使を控えざるを得なくなり、萎縮的効果を生むと。萎縮的効果、縮こまってしまうということですね。萎縮する。自由ですよと。でもその後ですね、法律の専門家に、いやちょっとねと、ちゃんと説明し直しましょうかと。政治活動自由ですけれども、そこで行ったことが在留期間を更新されない理由になることはあるんですよと。え？いやー、ほんだったら、まあ私は、まあ学問ということで、在留認められたんだけれども、まあ学問の進展具合によってはですね、もう一回さらに2年間いたいんだとかね。そういうことも当然考えてるんだけども、それがやれないってことになるならば、じゃあ、日本に在留期間中おとなしくしてますと。ね。デモなんかにも参加しませんとかね。そういうふうになっちゃうでしょというのがマルニなんですね。はい。したがって、外国人の本法内における人権の行使を不利益に評価し、在留行使を拒絶することは、在留権の乱用として認められないと。いうのが、まあ、学説上はこの考え方の方が多いですね。ということです。では、在留期間中の政治活動の自由はあるのだろうかということが5番ですね。はい、政治活動の自由が憲法上の人権と称されるであろうか。これもないんでね、まあ一鎖はするんだけどもね。ただ、そうですね。まあ実際に事例問題で処理していくときにはね、まあ今まで話を聞いててもちょっと単純じゃなくていろいろと複数のことが絡み合ってるなということは気づいてくれてると思います。別の言い方すれば、今までよりもちょっと理解、話についていくのに頭にシワが寄るという感覚は持ったと思います。で、政治活動の自由が日本国民、国民に保障されていること条文ないけれども、それは表現の自由の21条1項には保障されているんだ。これまたほぼ定説なんですよ。まあ、従ってね、まあ実際には、この、政治活動の自由が憲法上の人権として保障されるだろうか。外国人に以前の問題ですよ。それは2番のところから分かってくれますね。外国人にも、それが保障されるだろうかという2番の問題の所在から分かってくれると思います。
で、この一番部分はですね、まあ実際にはもう論証せずにね、21条によって保障される政治家との自由が外国人にもを保障されるであろうかとかね、そういうにもう問題提起をするときにも入れ込んじゃうのが普通になってきますね。学習が進んで事例問題処理することになっていくとね。まあしかし入門入り口ですから、問題点実は2つあるんだってことは意識して自覚化しておいてくれってことです。で、1について、そもそも表現の自由は個人の人格の形成発展に不可欠である、すなわち自己実現の価値を持つ、また立憲民主主義の維持発展に不可欠であると、すなわち自己統治の価値を持つと。自己実現の価値とか自己統治の価値とか、これはまあもともとは芦目先生が使われ始めた言葉で、まあ熟語で表現して文章を論証を短くするには便利なんで、受験会が長い間ずっといただいてきた言葉遣いなんですね。だからそもそも表現の自由の持つ自己実現の価値および自己統治の価値から政治活動が、の自由は日常に保障されているとかね、まあそんな感じなんだな。で、まあ右に書いておきました、定説ですよと。だからゆえに、だから外国人の論証では通常論証しませんよと。で、2についてってことですね。で、そもそも政治活動の自由は全国家的権利であると。これは参政権とかいうことになりますとですね、これは例えば選挙とか、それから、非選挙権とかね、ことになれば選ばれて国家の機関の一員になっていくとかね、これは高国家的でしょうね。だけども政治に関わる活動そのものはですね、国がなくても政治活動はあるわけでということになります。で、外国人の政治活動により情報の多様性が確保されて民主主義の実現にも役立つということがあるじゃないかと。よって権利の性質上外国人に保障されると。最も政治家の自由は参政権的機能を果たすことは確かだと。参政権は効果的だったでしょ、ね、機能を果たすことは確かだと。よって参政権を認められない外国人は国民主権の見地から日本国民よりも強い制約を受ける。具体的には国民の政治的意思形成に不当な影響を与えるような政治活動は認められないというふうに考えられますよということでありますね。はい。で、まあアドバンス、限定保障説、これが判例通説で、すり道もその限定保障説であります。限定保障説はまあそんなに、参考のために見なくてもいいと思います。で、まあ、マクニー事件最高裁大法廷判決、まあ、ようやく事案が登場したということになるわけでありますけれどもね。在留期間中のデモ参加等の政治活動を理由として、在留期間更新を不許可にされた外国人 X がその不許可処分という処分の取り消しを求めて裁判所で争った、裁判所に取り消しを求めてきたと、そういう事案ですねってことですね。判詞、まあとりわけ上から 1,2,3 行目でありますね。はい、最初の 1,2,3 行、ここまではですね、まあ学説とそんな変わらないわけですけども、この3行目の黄色のうつぶし以下がですね、はい、これが数道上は戻っていくことになりまして、すなわち66ページの在留の自由のところの2つ目、法務大臣はこれこれこれと許されるのか、すなわち考え方の筋道のところのこの点判例は云々という、この点判例はというこの部分なんですね。はい、下に降りていきましょう。マクニー事件のその部分、上から3行目か。外国人に対する憲法の基本的人権の保障は右のような外国人の在留制度の枠内で与えられるに過ぎないと。すなわち在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間更新の際に消極的な更新を認めない、ネガティブ、後ろ向き、消極的な事実として侵蚀されないことまでの保障が与えられたものと解することはできないと、そう言ってますよってことなんですね。はい、まあ、6番その他ということであって、まあこれは最高裁でもありますので見ておいてねってことですけども、まあ担当ぐらいしか聞かないとは思います。はい、さあそれでは続きまして次のチャプターへと移ることにしましょう。次のチャプターはチャプター6
になりますね。はい、チャプター6は人権総論その4ということで、人権教育体制のその3、法人の人権教育体制というのがまあ主なテーマです。まあ、ちょっと別のことも話しますけども、まあ大した問題じゃないんでね。で、法人というものを主なテーマにします。で、テキストのページはですね、68ページの第2巻はい、まあ、そこからですね、75ページの、はい、第4巻終わるまで、すなわち第3節の直前までですね、68ページの第2巻、そこから75ページの第3節の前までになります。では早速テキスト。はい、第2巻、法人の人権。これはまた論点、教育の論点であります。でまあ、人権共有主体制そのものについてはですね、外国人でその議論の仕方といいましょうか、そのことはもう勉強しておりますので、まあ同じような考え方をしますよということだと思ってください。文言がどうとかいうことにこだわりません。で、実施施設で見ていきますということであります。まあ入試なんかだと当たり前のことも論証を求めることもあるわけで、で、法人も自然人と同じく活動する社会的実態であり、法人は社会における重要な構成要素であるという理由のもとにですね、性質上可能な限り人権規定が法人にも適用されると。これはもう判例通説だと言っていいですよということです。性質上可能な限りとか、文言にこだわらず実質説ということでありますね。で、判例も八幡製鉄事件というこういうニックネームとして有名で、まあその頃は八幡製鉄というその会社の事件だったわけで、憲法第3章に定める国民の権利及び義務の各条項は性質上可能な限り内国の法人にも適用されるとものと返すべきであると判決で示しているよということですね。性質上可能な限り実施施設だよということであります。で、この法人の人権には限界があるんじゃないかということなんですけれども、自然人と異なった問題が若干生じてくるんですね。それはね、この69ページの図のこの左の部分なんですね。法人ってものは権利義務の関係を説明するために便利なので人間が考えついたアイデアでありましてね、それが法制度化されているものでありまして、生身の人間ってものがその中に、例えば会社ならば株主という形で構成メンバーとしているわけですよね。もちろん構成メンバーはさらにまた法人であるということもあるけれども、まあ先日見れば法人の内部にですね、ホモサピエンス人各個人がいるわけですよ。この人の人権を守ることこそ人権保障、憲法は人権保障の体系だ、そのまあ根本なんであってね。だから法人がメンバーを必要以上に締め付けすぎるってことがあるんじゃないかっていう議論がある。会社が労働者とか考えちゃダメですよ。労働者は会社という法人の外にいる人ですからね。会社で言えば中の人は株主なんですね。株式会社で言えば中の人は株主です。で、その株式会社の工場で働いている労働者、使用人、これは株式会社の外の個々人ですね。で、この外の個々人との関係ってものは、格別法人の特殊性はそんな際立ってないんですね。で、1番括弧1、一般国民との関係についてということであります。で、まあ、ダイヤモンド八幡製鉄事件ということでですね、事案、これはまあ、見ての通りですけども、どういう事例かというとですね、戦時献金だったよっていう問題なんですね。戦時献金だったよと。そういう問題が、まあ、この事案の特徴なんです。で、八幡製鉄という株式会社、その株主の中にはですね、自民党支持者でない人もたくさんいるはずでありましてですね、でそこでですね、自民党に政治献金するなんてことはけしからんということなので、ということでね、でそこでまあ株主が代表訴訟を起こしたと。そういう事件ではあるわけですね。だからこの事件の構造そのものは実は一般国民との関係ではなくてですね、この構成メンバーである株主との関係の事件ではあったわけ。
だけどもそこで阪神曰くということで、法人にも人権があるよと、で政治家との自由があるといった上でですね、これを自然人たる国民による寄付と別位に扱うべき憲法上の要請があるものではないと、そう言ってるわけ。すなわち括弧一番の、はい、まあこの2行の青文字本文と理由のところを見てもらって、これとはちょっと違う考え方をしてますよということです。書き込み入れときました。結論めいた本文および理由の部分は八幡製鉄の黄色塗りつぶしの判例とは、裁判例判例とちょっと違いますよということですね。やはり個人が政治献金したって、その金額の大きさにはまあおのずと原稿があるでしょうね。だけども株式会社が政治献金ってことになればですね、まあ1億とか2億とかそんなものずっとってことないと、大きな会社であればね、そういうことになるわけですね。それと同じ政治献金でもですね、1000万の政治献金とそれから1億の政治献金ならば、1億金くれた人の方の意見をなるべく尊重したくなるってのは人情ってもんじゃないですか。政治献金をもらった自民党の側とすればね、まあ、そういうことだからちょっとやっぱり要注意じゃないかと言ってるのが、まあこの青文字人形と理由なんですね。だけども、まあ、八幡製鉄の話はですね、これを自然人たる国民による寄付と別に扱うべき憲法上の要請があるものではないというふうに言い切ってます。こういうちょっと微妙な問題はですね、なかなかちょっと聞いてこないんですね。はい。で、特定の詩人との関係は、これ詩人慣行という後で話題にする重要なテーマの問題になってきます。だから、例えば、ある株式会社、そこに雇われた人が首を切られたとか、雇われた人が使用期間って形になったんだけれども採用を拒否されたとかね、これは法人という詩人と雇われた人、あたりを雇われようとして使用期間中の人という個々の詩人との関係でしょということで、括弧2番、これは別途詩人間効力という常用基本論点で勉強します。次に2番、法人とその構成員との関係なんですね。これこそまさに法人の人権特有の問題であるということでありまして、法人を話題にするときにはですね、この問題を話題にすることの方が今日においては多いと思ってもらって結構です。例えばということで、公益法人である税理士会が、税理士法改正運動のための政治献金として会員から特別会費を強制的に徴収するような決議を行った。そういう場合、決議は会員の思想良心の自由を侵害するものとして無効かということが問題になってくるんだと。会員の思想良心の自由、はい、前の方に上がってって何度も見せている69ページの図の左の方、これがまさに法人特有の問題なんですね。はい。で、さまざまな問題が例としてはあります。はい、アドバンスを見てもらって、ダイヤモンド資格、判例裁判例、そういったものが、たくさん上がってますよね。はい。三井美媒炭鉱事件というのがありましてね、これは381というかなり後の方のページが指摘されております。これはあの労働基本権でも話題にするときに、裁判あの判例として紹介されます。労働組合が労働組合員をですね、統制するコントロールするね、そういった権能との関係なんで、からそこで詳しく見ましょう。次に、国鉄労働組合、労働組合広島地方本部事件、国労広島地方事件というのがあります。もちろん、国鉄時代の事件ですけどもね。で、事案はってことでご覧のようなものであります。はい、社会党支持、寒波、徴収決議等ということなんですね。で、党と上がってますけれどもね。はい、次のページ見てもらいますと、はい、今画面に映っているように、緑塗るつぶし、緑塗るつぶし、緑塗るつぶし。具体的には3つあるんですね。はい。で、まあ、この阪神曰く、労働組合は労働者の経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体であると。で、今日組合の活動は政治社会文化活動など広く組合員の生活利益の擁護と向上というものに直接間接に関する事項に及んでおり、これは直ちに組合の目的の範囲外であるとは言えないと。政治活動、社会活動、文化活動が直ちに組合の目的の範囲外とは言えない。密接に関連しているから。
他方でこれによって組合の統制の範囲も拡大され、組合員の市民また人間としての自由や権利と矛盾衝突する場合も拡大すると、でそういう調整しなきゃいけないわけで、具体的な組合活動の内容性質、これについて組合員に求められる協力の内容程度対応等を比較考慮し、多数決原理に基づく組合活動の実効性、組合統制ってことですね、と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、組合の統制力とその反面としての組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えることが必要であると、これが一般的な基準だってことなんですね。で、安保反対闘争という政治活動のための臨時組合費の徴収についてはってことで、これ言ってみれば、政治闘争資金としての臨時組合費なんですね。事案のところ、社会党支持カンパ徴収決議等なんでありましてね、いいですね、はい、でこの安保闘争のために金を取るぞということ、これは政治闘争資金なんだから、調整という観点から考えたときにですね、これはやはり個人の自由の方にどうしても傾くと、でそれについて組合の多数決をもって組合を約束し、その協力を受けることを認めるべきではないというわけですね。次の具体例テーマ、労働組合が実施した安保反対闘争により民事上刑事上の不利益処分を受けた組合員救援費の徴収についてはと、安保闘争と無関係じゃないけれどもですね、首切られたとか減給になったとかですね、そういったことで生活に困る、生活だから生活のための救援金だということは生活を支える金じゃないかと、労働者の生活を支えるために労働組合というものがあるわけであって、生活を支えるためのカンパ資金ならば政治闘争資金とはやっぱりちょっと質が違うだろう、そういうことを言いたいわけですね。はい、では救援資金という格名を入れておきました。これについては結論どうなったかというと、政治活動を直接の目的とする資金とは異なり、政治闘争資金とは違う、組合の徴収決議に対する組合員の協力義務を肯定することは相当であるというふうにしたんですね。生活支援金だから。で次にということで、他の労働組合の闘争支援のための単労資金、単労っていうのはですね、炭鉱労働者の労働組合の連合体です。単労資金の徴収についてはということです。これはですね、政治闘争資金じゃないんですね。経済闘争の資金援助なんですね。仲間の労働組合があると、労働組合のその別の労働組合があると、これも炭鉱労働者だった形で仲間の組合だと、でその炭鉱労働者の勤務条件生活条件というものがですね、その組合でその組合の方が負けてしまったことになると、煽りを食らってその影響というのは少なからず我が組合の方、そして我が組合員労働者にも及んでくると、だからその経済闘争を頑張れという形で我が組合からも金を取る、これはやはり政治闘争資金じゃないということなんだね。経済闘争資金援助という書きも入れておきました。で下の方、多数決によりそれが決定された場合にはこれに対する組合員の協力義務を否定する意義はないということですね。はい、3つの事柄で分けてるわけでありましてね、一般的徴収定の基準は戻りました。はい、阪神の第一段落で皆さんに紹介したところ、第一段落として紹介したところのこの黄色塗りつぶし部分が一般的な基準なんですね。いいですね。多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、組合の統制力とその反面としての組合の協力義務の範囲を合理的な限度を加えることが必要である、これは基準なんだね。それを政治闘争資金に当てました、救援資金、生活救援資金に当てはめました、経済闘争資金援助に当てはめましたということであります。次72ページですね。はい、南九州税理士会政治献金事件となって再犯で、これが、まあ筋道に入る前の問題の所在のところで上がっていた事例だったことになります。事案ご覧の通りですね。阪神曰く、はい、特別会費徴収の決議が無効であるってわけですね。はい、理由、税理士会は強制加入団体で会員には脱退の自由もないのであるから、脱退すれば税理士という事業ができなくなるわけでね、であるから、さまざまの思想、心臓及び主義、主張を有する者が存在することは当然に予定されており、規制法上の政治団体として政治権規制法です、規制法上の政治団体に対して金銀の寄付をするかどうかは選挙における投票の自由と表裏を出すものとして、会員個人が市民としての個人的な政治的な心情、見解、判断と
基づいて自主的に決定すべき事柄なのであるからということですね。次に日弁連。はい。まあ、各弁護士会がありましてですね、東京弁護士会とか第一東京弁護士会とかですね、大阪弁護士会とかね、各弁護士会があってね。で、その各弁護士会っていうのはですね、例えば南九州税理士会と同じなんですよ。公益法人であってですね、しかも、強制団体なんですね。だけどもちょっと違うよってことですね。その弁護士会の連合体である日弁連が、いわゆるスパイ防止法案反対運動っていうもののために金を、反対運動ってものをやっていると。決議を出して、決議を成立させてね。で、高裁なんだけれども、最高裁も控訴審を一時したので、まあこの判詞は高裁の判詞だけれども、受験勉強で覚えるべき判詞と同じような位置づけだと、そう思ってください。で、高裁の判詞そのままを是認してるんでね、なら以下高裁判詞だけでも覚えてくださいという書き込みも入れておきました。事案、まあご覧の通りということなんですね。で、日米連の会員であるところのある弁護士がということで反対運動の差し止め等を求めたということですね。自分はこういった法案には賛成だからということであります。あるいは賛成反対を消すべきものではないんだから、自由なはずなんだからということであります。はい。で、それにつきまして阪神曰くってことですね。はい。ちょっと一筋でそーっと一直線の論理じゃないので、結論めいたところを先につなげてみましょう。すなわち画面上出ている黄色塗りつぶしです。産業周り、特に特定の政治的な主義主張や目的に出たり中立性構成を損なうような活動をすることは許されないと。で、しかしの段落の 1,2,3,4 行目なことから、日弁連が弁護士の民意使命を達成するために基本的人権の擁護、社会正義の実現の見地から法律制度の改善について会としての意見を明らかにし、それに沿った活動をすることは日弁連の目的と密接な関係を持つものとしてその範囲内のものと解するのが相当であると。すなわち社会正義、人権保障、そういったことがですね、弁護士というものの任務として法律によって上がってるんですね。だからちょっと税理士と仕事の中身が違うということを言いたいわけですね。で、本件決議は目的の範囲内の行為であるという言い方をして、適法ですよと言ってるんですね。だから税理士会事件、南九州税理士会事件、そこのところで阪神の書き始めのところにあるようなですね、強制加入団体で団体の事情もないのであるからってことだけ頭の中に覚えておいてね、日弁連同じじゃないかと思っちゃいけないわけだな。はい。一つ一つの主張的な羽だから黄色なんですけども、塗りつぶしをしたその理由になっているところ、まあ行動さえ分かってくれれば何夢どのこのって言い方はしないで、見た目の色の分けで大体、あ、そうかってことは分かるよね。はい。これは全体ざっと見といてください。次に群馬少少子会復興支援金事件というのがあるわけであります。これはまた少少子会ですから、税理士会、弁護士会で少少子会で、もちろん少子化司会も強制加入になります。脱退すればですね、少子化司としての修行ができないわけでありましてね。で、事案ということなんですけれども、ご覧のような事案であります。はい。そうしますと、これは格別政治性のあるような金の徴収じゃないんですね。でですね、阪神淡路大震災、その時の兵庫県少子化司会の復興支援いうものなんですね。しかしこれは自らの道義観あるいは倫理観、そういったものに基づいて自らが個人として寄付をするとか、そういったレベルの問題だろうということで、会員が決議に基づく債務の存在確認を求めて提訴したということであります。阪神曰く、似たような問題点ですから先に結論だけ見ちゃいますよ。上から 1,2,3,4,5,6,7 行降りて行頭近くから、本件拠出金の寄付が直ちに少子化の目的の範囲外ということはできない。本件拠出金の調達方法についてもそれが公造領俗に反するなど会員の協力義務を否定すべき特段事情がある場合を除き、多数決議に基づき自ら決定することができる。最終結論として、本件決議の効力は少子化の会員である原告らに対して及ぶから、もう債務は存在してるんだから不存在だなという判決は書けないよということなのでありますね。で、本件拠出金はという塊
以下最初の黄色の塗り潰しの前までの一塊、二塊、三塊、それではなくて青文字になるとするのを同時に空色で特に強調した部分、はい、少々視界が、はい、改革はまさに引用文でね、いわゆる強制加入団体であることはなんちゃらかんちゃらを考慮してもってことをわざわざ挿入してるんですね、判決理由の文章でね。よろしょうか。はい、以上のようにですね、一筋縄ではいかないんですね。強制加入ならばこれ、そうでなければあれとかね、そうはならないんですね。労働組合はもちろん組合員強制加入じゃないですよ。一匹狼としてですね、仕事についてる、そういったことで構わないわけでね。はい、で以上のことを頭の中に描いて、その学習した後に筋道としてまとめるわけですよ。で筋道の色を見て分かりますように、基本的に判例で言ってます。そう思ってください。はい、でまあ事案はこれは南九州税理士会事件から取ってるんですね。で X の決議は会員の思想領主の字を侵害する恐れがある、もっとも X は詩人であるので詩人間効力がまず問題となるというふうにしてですね、まあここはね、論証は詩人間効力論で学習します。76ページです。あれ、へえ、そういうもんなんだと思ってください。ちなみに括弧間接交換説ってものが筋道に書いてあったりしますが、これは学習の便宜に上がってるわけでありまして、答案で書くときに必要の何にもかかわらず括弧間接交換説なんてことを書く変な癖はつけないでください。その後この学説ニックネームを引用した方が文章が短くて済むとかね、そういった時には以下間接的応接と称するっていう言葉の省略として括弧書きをすることはあります。だから筋道に書いてある括弧何説っていうのは学習の便宜のためだってことをここで言っておきます。ここは実は塗り忘れたんじゃなくて意図的に塗ってませんからね。はい、でまあ政治団体に政治資金を寄付するという決議は目的の範囲内と言えるかという形で議論するんですね。この間接適用説という、まあ、判例通説によるとね、ということです。だからここはその下に書き込み入れといたように流れだけ押さえておいてください。指示官だよ、判例通説の、まあ、簡潔な論証、そして憲法何条って議論じゃなくて民法34条の目的の範囲内かどうかっていう議論、そういうことをする。はい、でまず法人にも政治活動の自由が保障されると、まあ、これは簡潔論証または無論証ですね。ただ法人のコンセントの関係において一定の制限を受けると、これも超簡潔論証または無論証です。すなわち法人の人権論一般ですね。はい、で法人の権利と構成員の権利の矛盾衝突は、当該法人の目的性格や問題となる権利自由との性質に違いに応じて個別具体的に調整することが必要であると。そこでってことで、今あくまでも問題点は目的の範囲内と言えるかという議論をしているわけでありますから、目的の範囲内と言えるか否かは丸1何々、丸2何々、丸3何々を等を総合的に考慮して判断すべきである。これが基準ですね。で税理士会事件に当てはめる、はい、丸1から丸の2ですね。はい、厳格になどと書いてあるでしょ。これ日面でスパイ事件、スパイ法、スパイ防止法案反対運動事件ね、そのことを意識してるから厳格にっていう3文字が入ってるんですよ。いいですね。はい、で結論ですね、目的の範囲内と言えずって形で無効だよということです。はい、まあ日米伝の同じような事件に出会った事例になっていた、似た事例になっていたとするならば、阪神のですね、右行って左行ってみたいな、こういう考え方ってものをですね、文章化することになるし、労働組合のいろんな性質を持った寒波決議、探査があったとするならば、この広島市本事件なんかを参考にしてですね、その寒波の対象となっている金銀の性質ね、そういったものをしっかりと見ていってって形になるわけだな。はい、まあこの辺は後々の応用力の問題であります。でしょうか。はい。で、まあ73ページからですね、まとめが入ってますけれども、これはまあ発展マークで取り解きました。担当直前なんかに見とこうねって感じです。74ページですね、天皇皇族の人権ってことなんだけども、こんなことはもちろん論文で聞くようなことはないわけですよ。守ってください。
で、まあ、発展、扱いということになります。まあ、いろんな議論を示す学説も上がってるけどね、発展扱いのところで、チャプター1あたりでもちらっと言った通りでありましてですね、そういったものを学説に、仮に、憲法全部終わった後ザーッと速読するときもそんな深入りしないでくださいね。続いて75ページです。からチャプタータイトルに挙げておいた法人とは違うんだけれどもね、第4巻未成年者の人権、これはね、もう問題にしないほどもう超定説になってんですね。で、大昔はあったんです。すなわち、特別な制約があってもいいんじゃないかという議論とですね、人権共有主体制として認められるかどうかって議論がですね、まあ、峻別されずにですね、ちゃんぽんになってた時代が、まあ、数十年前までにはあったんですね、戦後憲法学の中でもね。だけども、ギャーと生まれた瞬間から改革を人なん、改革に人、すなわちホモサスピエンス、カタカナ、人なんでありますから、人が人であるがいいという、そういった人権は未成年者もあるに決まってらって形でね。今はですね、そもそも未成年者にも人権保障規定の適用があるかどうかは問題だと書くことが問題です。そう思ってください。はい。まあ、従ってってことでね、もう定説ね、一定の特別な制約に付するものと返されているっていう、そこから始まって、そこのことは議論するけども、それは107ページよね、ということだと思ってください。だから青文字はもう塗りつぶしもしてません。有するのは当たり前なんであってね、ということでありますよ、ということですね。何でしょうか。はい。まあ、以上でですね、チャプター6まで、終わりということになります。どうですか。全体講座編は、まあ、ボクシングで言えばジャブみたいなもんでありますからね。だから、まあ、ようやくストレートパンパン打たれ始めたということになるわけでありますけれども、テキストの使い勝手なんかについて早くなれるようにしてください。くどいと思うけれども、私はですね、基本書通読という読習でやってきた古い時代の受験スタイルの人間です。自分の受験生時代はね。そのことのゆえにですね、メリハリが効かず、細かいことも初めて勉強するときから一生懸命やりすぎちゃってですね、結構2、3年勉強の入り口で無駄したなっていう感覚を持ってる人間です。今、司法試験受験会の多くの講師の先生がですね、まあ、レックだけとは限りませんが、入門講座、受講経験の後、講師になっている人が圧倒的に多い中で、私はそういう経験を持ってきた人間でありますので、だから、ゼロの人が、細かいことに最初からこだわることの害をですね、身をもって知ってます。だから、発展編くくりというテキストを、まあ、作ってるわけでありますね。だから発展編くくりのところはね、憲法全体が終わった後にざっと速読してみると、あるいはざっと速読もしないで自分がどうしても憲法の担当式を受けなきゃいけなくなった時に集中的にざっと読んで覚えていく、で問題練習やって弱いところをまたチェックして覚えていく、そういう使い方をしてください。もう一度老婆しながら言わせてもらうと、そうは言ったって知識は多い方がいい。これもうほんとしょうがないよね。大学受験までの知識偏重の受験勉強で勝ち抜いてきた皆さんにとってはね、そのことが当たり前になっててさ、書いてあるのに読むなってことがですね、信じられないっていうほど当たり前になってる。そういう人がおそらく多いんだと思うんです。で、その人は一度その自分の感覚に基づいてですね、今回のところを復習で読んでみても結構です。その時にですね、その読むことによってなんでだろうってことがあまりにも浮かびすぎてきたとかね、あるいは読むことによってあまりにも復習の時間がかかりすぎたとか、そういう時には本当に即刻やめてください。次回からは絶対復習でそういうことはしないということにしてください。で、復習でぜひやるべきことはね、これは何と言いましても講義中にですね、ベタ読みするんじゃなくてポイント部分を指摘したり、あるいは口で喋ったりとか、いろんなことを言いながら、それを皆さんが聞きながらっていうのは講義ですから、その時に、あれちょっと待ってくれと、黙読速読してくれって言ったって、ちょっと遅く読みすぎたって話前に行っちゃったとかね、そういうところがあったりすると思うんですよ。それで、どうもなんか、あそこのところはねっていう感じのところをしっかりと、そのきっかけとなった場所を読み直すようにしてくださいね。よろしょうか。
はい。で、それ以外にもですね、入門講座受講中からですね、司法試験に最終合格するまでの、まあ、勉強方法のノウハウ的なことはね、全体構造編のですね、セブンサミットリビュー、それの最後の方で、まあ、ゴシック太文字も含めて説明しております。で、ノウハウものというものは、その時に読んだ時に頭の中でそうだなと思ってもですね、実際に自分が勉強する時には、それまでの今までのやった自分の勉強方法のスタイルに自然になってしまうものであります。だから、ぜひ、この第1回目の復習する直前にですね、全体構造編のセミズサミットリビューのですね、勉強方法についての最後の私の説明ね、これをもう一度その気になってしっかりと見てください。で、まあ全部で3時間弱にわたるものをですね、視聴した後にそういったノウハウものを読めば、ああ、そうかということが、その一番最初に全体構造編が終わって、セブンサミットリビューをですね、ざっと読んだ時よりは、具体的なものとして、心の中に入ってくるはずであります。で、これから先は長いです。何か迷ったならば必ず戻ってください。で、適当な予備校本とかですね、それから、まあ別に他の講師を目の敵にしてるわけじゃないですけども、その、違う講師の強調することとかね、そういったことを入門のうちからですね、あまりインプットするよりは、ぜひコツコツとですね、やり遂げていってもらいたいなと、そういうふうには思ってるよってことですね。あと話のリズムスピードがちょっと早いなと思った人もいるかもしれませんけれども、まあ逆の人もいるかもしれない。で、早いなと思った人はですね、まあちょっとスピード調整ができる聞き方をしてるならば、そうですね、 0.8 ぐらいで聞いてみる、慣れるまでね、それも手かと思います。で、それでも遅いなと思ってる人いるかもしれない。そういう人はもう、じゃあ2回からは 1.2 倍速ぐらいで聞こうとかね。そういうことで、その辺は皆さん調整してください。それは事前収録だから皆さんができる技ですね。生ではちょっともう少しゆっくりしてくれってことできませんのでね。まあそういうことなんで、その辺は事前収録の長所ね。そういったものもどんどん早いうちから使うようにはしてってください。よろしょうか。はい。それでは今回以上で終わります。どうもお疲れ様でした。